はいどうも皆さんこんばんは。こんばんは。12月14日月曜日、本日はタウンライト小田原栄町店から月曜深夜の緑の時小田原ランブ始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よう言えた。最高最高最高小田原ということでね、なんか今日もね可愛い子が3人も、出ていらっしゃいますけれども、まあ、そんなことよりもだよね、何ですか何ですか、今まで本当自分たちを捨ててさ、いきなりそこから行きますか。本当ね、何なの、いきなり戻ってきて、栄町店ファンの皆様、熱く戻ってきました。よろしくお願いします。本当ね、もうおにぎりさんの心情も本当にかわいそう。いやそんなこと、そんなことないですよね。さも前回も自分がやってたかのように普通にやりました。いやいやいやそうですよね。一番右のトナカイさん超好みです。あこれかな。待て待て、豆柴店長のことでじゃないですかね。違うんすよ、はい、どうしたんですか。なんかね、いや、出ようかな思ったんすけどね、はい、いろいろ探したらこれしか余ってないっていう、はい、余ってない、トナカイしか衣装が余ってなかったということでね。そう、はい、早いもがちなんで、ちょっと焦げパンもうちょい内側やってもらってるかな。焦げパンね、はい、ということでね、女子3人出てもらってますけれどもね、はい、はい、ということで可愛いでしょう、ま、いやだいぶ可愛いんですけど、いいこのコスチュームはクリスマスまでやっちゃうとかそういうことですか。やっちゃいますよ。なんなら来年のクリスマスまでやっちゃいますから。ずっと一年中クリスマスでもなんか結構面白いかもしれないですね。そうですね。あの店ちょっと頭を。はい。おい圧力、うん、うん、カメラの位置上すぎず、もっと下でズームだよ。ダメだよ。ダメだよ。危ないよ。それはね、ギャルがいる。うわ女子って、豆柴いい仕事したな。いいでしょ。豆柴よくやった。あちゃん、圧力まず謝罪。何のだ、鹿の頭かぶってる人が、ポン引きの人ですよね。鹿じゃねえからこれトナカイだから。おい圧力、位置が右すぎるぞ、もっと下積むだ、これ2回目か。トナカイ圧力いらないのでサンタさんだけで放送しましょうか。後ろコムだったのか、後ろコムですね、はい、はい、不審者ではないですよね、はいはい、健全者です、はい、大丈夫です。後ろコム、やった、今日おにぎりじゃない、おいおいかわいそうだろ。かわいそうだよ。もうやめて。おにぎりもう涙目だから。そうだよ、あちゃ聞いてきて、昨日トランスフォーマー6連プラス22連で6万発出た、おめでとう。おい、ライターありがとう。いやライター効果だねそれはね、違います。おにぎりの時にはそんなに力入れなかったのに、豆柴なんてやつだ。いやいやいや、そんなことないですよね。違うんすよ、いや僕おにぎりさんの時も、はい、いや打診はしてたんですよ。打診はね、はいはい、出てって、はい、たら嫌だっていう。で圧力さん今日復活だよって言ったら、ね、はい、出てくれた。ありがとうございます。どういうことや、ね、はい、今日はサンタさんだけで十分、ワンバンコ、サンタさん MC 変わってくださいあ、変わりましょう。まずは自己紹介してくださいってことですね。まあまああのね、3人いるんですけど、2人はね以前にも出たことあるんですけど、そう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 、はい、はい、はい、ちょっと自己紹介して。はい、2回目こげパンです。はい、こげパン、よろしくお願いします。はい、はい、私も2回目の楽しいのです。はい、はい、楽しいの。悲しいの。そしてマイクがねちょっとね足りないんですけれども、はい、ちょっと紹介してあげて。彼女は初めましてのヨッシーです。はい、ヨッシーということで、みんなね本当このコスチュームが似合ってることでしょう。本当にいいでしょう、うん、これは本当ね映像で見てるのと、はい、生で見るのでは結構違うと思いますね。そう、ちょっとあっちゃんの目がちょっといやらしい。いやいや、そんなことはないですよ。ぜひねお店の方にね遊びに来てですね、そう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 、女子のコスプレをね見ていただけたらいいかなと思いますね。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします、どういうことだ女子、サンタさん、コムはイケメンだと思いますか。やめろやめろそのままそのままやめろ。沈黙ということで、そのままやめてくれ。つらい。なんかあるやろ、なんかなんか探そう探そう、みんなで言葉を探して、言葉を探して。沈黙、沈黙はつらいよ、うん、かわいい、かわいい、あ、かわいいということで ね、 あ、 ありがとう、ありがとう、うん、個性的、あ、確かにね、うん、おどっちでも取れんな、それな、絞り出したな、絞り出したな。左の子は小学生ですね。おじさんが学校まで連れて行ってあげるよ。いや、違いますよ、しっかりね、大人の飴ちゃんもあそこ始まったら誰をお持ち帰りするのかな、あれまさかのサンタ美女放送ですか。あっちゃんこんばんは、まあ、どうもそうです。今日はそんな感じね。こげパンかわいい、おー、変わりましたね。タウンライトの武器は強いなということ、本当にね美人さん揃いですね、もういっそ脱いじゃいはないですよ、なんでこのやりましょうか。なんならそこが一番いらない。そこが一番いらない。
その沈黙が語ってるなと、あ、コムね。やめろやめろ、ジェスさん人の好きな下ネタを教えてください。言いませんよ。カメラ位置下から上に舐めるように撮ってください。それはちょっとね、危ないですね。あちゃんめっちゃにやけてんじゃねえかね。いや、本当だよね。いや、それはね、しょうがない。ちょっとできんかな。いや、それはしょうがないんですよね。男なんでね。また次回からおにぎりが来る。固定的。ギャル3、3人気をつけて、後ろのエロトナカイが下ばっかり見てるぞ。見てねえよ。見てねえよ。あいつやばいからね。はい、見てねえよ。スマホ持ってたからね、こう危ない危ない危ない、捕まっちゃうやつ、捕まっちゃうやつ、それ、一番丈の短いヨシ、マイクナイト、は一番新参者かなということでね。そう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 、そうなんですよ、うん、でも可愛いでしょう。そうですね、可愛いですね、いいでしょう、いじめられたらすぐ言えよ、守るぜということで、ね、うわ、かっこいい、かっこいい、言おう、言おう、お願いしよう、うん、はよ大打とうよということで、ね、まあまあね、まあオープニングもね、だいぶ押しましたけれども、本日は、シアル花のケージのアマデジ、はい、そしてですね、シアル、ガロ、金色になれの、ザルバとの契約、こちらのアマデジ対決ということでね、打っていきたいと思いますんでね、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、告知の方、あと何かありますか。告知の方は、はい、まだちょっとポスターがね、はい、出てないんですよ。あ、ポスターが出てない。一応来週寝台入れ会やります。はい、一応これ今週やったやつなんですが、先週か、はい、やったやつなんですけど、来週また入れ替え寝台ご用意いたしますので、はい、ですはい、ということで来週入れ替えということですね。はい、来週寝台入れ替えありますんでね、はい、来週入れ替えありますので、ぜひともね、うちに来ていただければかなと思います。あ、今日放送がめっちゃ止まるということ、ちょっとなんか肉の間あるのか、あるのかな、データ、データ、後ろのトナカイなんか蒲田の山田みたいな体型してるように見える。おい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 、この話になると止まる。ギャル3人何歳ですか。あ、年齢だけね。年齢言えますか。22、21。あ、22歳と21歳とかみんな若い。で、36歳。あ、聞いてないです。はい、あつくまめちゃんはこう、こんばんは。今日は小室いないから見るね。いますよ。います。よし。いるよ。もう、トム、とりあえずコムには帰ってもらって、ね、コムの人件費を使って、ちょっと3名ちょっと出張。待ってください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 。はい。ということでね、まあ、オープニングだけしかね、ちょっとね、そうサンタさんは出れないんですけれども、はい、この後コムと豆柴店長で、はい、打っていきたいと思いますので、はい。皆さん2時間よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今ね、ちょっといろいろ調整しますので、ね、痛い どうしたんですか。興奮しすぎたんですか。そうそうちょっと、ちょっとね、ちょっとあれ大丈夫ですか。はい、ということでね、豆柴店長が、はい、花のケージ、はい、そしてコムンが、ザルバとの契約ということでね、打ち始めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします、はい、じゃあ音量だけね、ちょっと絞ってもらって、はい、これいくつぐらいがいいんですか。このぐらい結果、まあまあ徐々にやりましょうか。はい、真ん中ぐらいからやり始めて、はい、はい、シダースタートスタートはい、よろしくお願いします。お願いします。あ、もうちょい上かな。どうしました。いや、なんもない。何が起きました。いや、なんもないです。なんもない。はい、なんもかな。いや、ちょっと待った。あれさ、あれこれあれしてなくない。そうだね。サンタはプレゼント配りがあるから仕方ないねってこと。そうですね。そうなんですよ。うまいですね。コム、今すぐ助走してこい。本気出したら負けてないぞ、ウホ。やめなさい、やめなさい。ウホって言うな、ウホって。
オープニングだけだと怒りということね。男性の、はい、男性の皆さんはね、やっぱね見たいところではありますけれどもね。すいませんね、はい。横須賀ではイケメンで通ってたコムがここでは個性的って笑うね。ねえ、サンタも終わりですか。終わりです。あれ、仲間のおにぎりはクビです。言っちゃったよ。豆島さん、パスワードはグノーデラですよ。グノーデラ、あ、うん、これもグノーデラいけるの。俺わかんないですね。グノったらかぶけるんこれ、うん、グノーデラやりますか、うん。オープニングだけかよ。めっちゃ楽しい2時間想像してたのに。コム、しょうがないから助走してこい。あ、やっぱりさ、コムにはちょっと帰ってもらって、やっぱ女の子出そうか。刑事のスペック悪すぎじゃないですかということですか。そうっすか。まあ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 、でも連チャン率がちょっと悪いかなっていう気はするんですけれども、今日のタウンライトのこの今ね、豆島店長が打ってる刑事、はい、なんと61回当たってますから。そう、すごいでしょ。この前回11連してます。結構続くときは続くみたいなんでね。はい、はい。若手です。お、刑事ですよ。おにぎり気が利かない。おにぎりいないですよ。オープニングトークでコメント3桁いく勢い。扉が開いてることの、仕込みかな。アザルバナはコムかグノーデラだぞ。豆芝下半身が痛いのかな。あ、痛い痛い痛い。あれ、女子もう帰っちゃったの。帰っちゃいました。裏切り者の圧力が来ると聞いてありがとうございます。ザルバと豆芝どっちが小さいですか。ザルバの方がちっちゃいちゃいます。若干ね、ギャルいなくなったし、もう放送は終わりかな。おいおいおい、今からです。今からね、もう一回出て。豆芝、おにぎりとの思い出語ってください。あんまねえな。まあまあ、でもね、扇町時代とかもね、そうですね、若干絡みがあったと思いますんでね。はい、やっぱね、なんか太ってました。あ、最近ね、やつはめちゃめちゃ太ってるんですね。やばいっすね。二人で飲み行ったんですけど、はい、めちゃめちゃ食いますね。そね、太るってこと、めちゃめちゃ食いますね。太るってことはそういうことですよね。やっぱ食べる、ね。まあまあそういうことですね。米の盛り上がりでリスナー男女の比率がわかる。ああ、確かにね。そうね。新コムの定時、豆柴との契約。うまいこと言うね。焦げパンだせ。大人気ですね。やっぱ焦げパン人気だね、うん、なんかね。この前関西放送で圧力になりすましてダディ JP をディスったらガチで怒ってたよ。やめてくださいよ。やめてくださいよ、なりすましは。ほんとね、池澤サンタを出せとかね、関西でね出てもらいましょうね。まこつわちゃん、この間は DM ありがとう。はい、とんでもないです。お待ちしております。俺のトナカイの角がはち切れそうだぜ。下の方についてんの本当に。刑事、16人、語ればすげえでそうだよな、ね、まずですよね、うん。奈良駅前店の須垣哲也を出せ、はいはい、奈良駅前店に須垣さんという方がいらっしゃるんですか。なかなか今から読んでも多分奈良だったらこれでいいんですか。あ、ちょっとやってみて。グノオデラですか。登録できる。グノオデラチャンス間違ってます。はい、ということでね。あ、グノオデラできないよ。ザルバでは通用しないということですね。あ、マジか。コモは今来たけど、なんかわからないけど、コモ罰ゲームとして聞こダンスな。とりあえず、とりあえずね、一旦、うん、一旦踊ります。とりあえずなんでよ。女子帰っちゃうの。ち、今日コモでするか。ウホ、あ、ウホ、ウホやめて。ウホやめて。みんながおにぎり言うからお腹空いてきた。あー、名前でね。あ、おむそば、うん。あ、おむそばとかね、言ってましたよね。おむさんね。そうそう。おにぎりはまだ若いからな。池田サンタとか、根性焼きのプレゼントくれそうだよ。怖い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 。刑事アマのスペックってどんな感じ。 100%SD とかですか。あ、じゃあちょっとね、スペックを説明していただいてもよろしいですか。はい、じゃあ、はい、申し伝えます。申し上げます、はい。大当たり確率が 99.9 分の1、はい。で、確変中の確率は 96.38 分の1。変わんないんですね、じゃあ。そう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 。で、核兵の突入率は、はい、へそからは 52%、はい。なんと電柱だと 100%。 おー。で、120回ですね、はい。はい、ST が120回あって、はい、その間に96分の1、はい、96分の1ですね、はい、おというね。でもこれ電柱の性能、まあまあ、はい、だ16ラウンド 25% ってあります。あ、じゃあ右打ちになったら4分の1で16ラウンドが引けるということなんです。そこで連チャンをうまいこと引ければ、はい、大量データマンにつながっていくと。わ、これいいな。そうなんだ、うんうん。ちょっといいかもしれないね。いいな。はい、といったらね、コムは発展しましたね。超アクション、これアクションどっち。アクションアクションですかね、はい。コム、ウホ。これ多いな。平塚のおにぎり面白いけどなっていうね。ぜひ明日おにぎり、放送ありますね。まあまあ、いじりやすかったっすけどね。あ、そうですね、いじられキャラではありますね、はい、それにしっかりこう
返してくるんでね。そう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 、まあ、その辺はねちょっとねできるんですよちゃんとね。そうですね、うん、もうダメだパス、乙女フェスティバルって導入まだですか。あ、入れますよ乙女。あ、導入ってあると。いやあれね多分僕いいと思いますよ、はい、乙女フェスティバル。あ、本当ですか、うん、おあれはいいと思う。何月1月ですか。オトフェスは、はい、1月ですね。はい、導入予定となっておりますので、ね、はい、ぜひうち来てください。絶対いいよあれ、うん、事実上の時短期間、あちゃまこ今日バカボンで13年1万8000発もらってきました、最近圧力ライターない方がかかってるんですが、やはり呪われてるんですかね。いやいやそりゃそうですよ。たまたま出たんですねじゃあ今日はね。ちょっとね、気づいたのが遅いですねだいぶね出てからね立てますからね、はい、ライターもね。お、なんか騒がしいよ騒がしい。おお、なんかさ騒がしい、はい、おほらほら赤まで行ってる。ケージ良さそうですね、はい、はい、おおっと位置はかかりましたか、うん、はい、ダディ JP で圧力さん覚悟してる。ST はアリアライトくらいの確率か、きついな。あ、うん、おー来た来た、はい、コムごめん、魔界のパスだったわ、ヌコパオメでお願いします。ヌコパポペヌコパオメ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 、わかりました、この放流消化したらやります。はいすごい、何ヌコパオメみんな詳しいな詳しいな、みんな。え、市場なので今月いっぱいで放送終わっちゃうから代わりに関東で配信してください。え、石田店長、そうですね、石田店長のお店今月で終わっちゃうって。あ、うわ、なんかごめんがねか、なんかごめん、はい、歌舞伎ごめん、なんかごめん外れそうじゃないですかなんかごめんとか言っちゃったなんかごめん。マムシバさんはモンハン進みましたか。え、モンハン、ああ進んでますよ今。アマデのロング ST なのかケージ打ってみたい、見たいかも、ね、来た。お、あ、これは来た、はい、嘘でしょ、ネコパオメ来ましたよ、ネコパオメ来た。さあ、俺もいけるよこれ、いけそう、いけそうな感じが、天運くるんちゃん、はい、お疲れ様でした早い、早いですよ。ヤオイフェスティバルはまだですか。ザルバ500円で全回転引いたから神代、おお、関西今日オトフェス配信してるよ。え、嘘、あ、もうや入ってんだオトフェスでしょ。あ、まあ、入れ替え時期が違うのかもしれないですね、もしかしたら、はい、根元フェスティバル、おにぎりは慣れてきてるんだけど、ただ米読みがダメなんだよ。ケージの方が勝てそうなスペックしてますよね。あ、なるほど。コケパン オプションなしで60分いくらですか。そういうサービスないんでね。3万円3万円、はい、3万円です。3万円ならここにあるのだからって書いてあるよ。コムがいる、今日は最後まで見るよ、ありがとうございます。おにぎりは多めに見て喋りは面白くなるし頑張ってるけど、いかんせん米読みが聞き取りづらいんだよな。厳しいですねみんな、みんな厳しいですね。熱いロックが差し入れのメモを食べずにゴミ箱に入れたってマジですか。全部食べましたマジですマジです、全部食べました。乙女フェスティバルは、ライトミドルなのに SE170 回あるっていうね、あれいいっすよねやっぱりね。コムが大好きな兄貴フェスティバルは導入しますかうほうほ祭りうほコム、そういうキャラになったのかな俺がいない間に、うん、3回ぐらいいない間 いない間に僕いつの間にかうほキャラになってしまいました。豆柴さんは、はい、セバダマママイネピョンって入力してください。絶対嘘でしょ、絶対嘘でしょ。セパダミアってなんて、セパダバマイネピョン。おおだい、こんばんは。パスワードはコムホモオだよ。違います違います。純ちゃんの放送終わっちゃうの、そうなんですね。縄手野崎&縄手市場縄手の放送は今月いっぱいで一応終了してしまう。もったいない、ね、縄手やった方がいいんちゃいますかね。今時共通なのかパスワード。純ちゃん昨日出てなかったよ、関西行ってすっかり変わってしまったよということ。あいつ変わったなっつって、そしたらもうあれですよ市場縄手に直伝した方がいいですよ純ちゃんなんで出ないのっつってね。もうやりましょうそれは、はい。関西は、今日から稼働開始ですよ、乙女フェス。おお、いいですね。これからずっとあっちゃんとはどうですか。そうですね、今のところはそうですね。そうですね、クビにならない限り、クビにならなければ大丈夫ですね。乙女フェスティバル ST の一部は100回、経過で潜伏移行かなとあるんですね、はい。楽しいの大好き、かわいい。おお、楽しいのも人気だね。伝えときます、すごい、いいですね、伝えときますよ。刑事は天限定の演出とかありますか。
これ雨限定の演出あるんじゃないですか。ちょっとね見ていきましょうね。ねえ、やっぱりじゅんちゃんは関東に戻ってもらわないとダメだな。もともと関西だけどね。そうですね、厳しいですね。早いところは12月中旬から入るみたいですよ、トムヘイ。あ、そうなんですか。じゃあ来週だ、うちも。あ、来週、はい。今来ました、コムだ、コムがいるからもう少し見よう。ありがとうございます、トナカイだよ。おにぎり6あと6年くらいしたらいい MC に成長してるかもしれない。長いですね。6年か長いな。パスは金色と一緒みたいですよ。キッチンの排水口が詰まってマジで困ってる、コム飲み干して。一番早いからね、やり方的に。豆島さん、オプションなし60分の飲み会はいくらですか。たまんえん。豆さん、グノーデラ効果すごいです。 ST 突入率2分の2で100% です。うわ、でも単発と2連で継続率はしょっぱい結果の。ああ、でもいや入ることにね、まあ意味があるね。いいやね、うほ祭り、オトフェス関西は今日から解禁らしいですよ。いいですね、いいな、オトフェス。やっぱ純ちゃんは人の大当たりを外れると願ったせいだな。まあね、あのよく SE の、 あの駆け抜けバトルやるんですけど、やってたんですよね、純、はい、ちゃんが相模原の時ね、はい、その時のね、純ちゃんの誰かね、他の人が激アツリーチかかった時の外れろ外れろっていうね、あれがすごいかったね、やっぱね。性格悪いっすね。すごいですね。マジですからね。ガチじゃないですか、それ。ガチでしたね。あの、タイキックかかってたんでね。あ、なるほど。みんなガチでしたね。なるほど、なるほど。じゅんちゃん、小窓にじゅんちゃん関東に帰ってきたんだね。うほ、あ、じゅんちゃんにうほなんだね。コム、久々に聞くけど、最近のおすすめアニメありますか。最近ですか、うん、今とりあえず終わり物語と、はい、なんだっけな、今ルパン三世。あ、ルパン、この2つは毎回チェックしてます。なるほど、はい。パスワードは終わり物語、終わり物語です。物語シーズン、俺物語も違いますよ。 あれはなんか違うよね。今映画やってるもんね、あれね。やってますね。パスワードは背が低いですよ。あ、ディスってる、ディスってる、ディスってる。遠回しにディスられてますよ。まめちゃん、吉江さん指名したら面白いですよ。あ、ね、吉江さんね、やろうやろう、もういいと思います。はい。でもな、じゅんちゃん罰ゲームとかシダとか嫌なんじゃない。双子で MC がなんだかんだで楽しい、楽しんで。ああ、なるほど。トナカイこっち見な。コム、トナカイのコスでキコダンスな。オトフェス関西は1週間早いのか。じゃあおにぎりはクビになったのか、なんかごめん。コム、トナカイより女子高生の方が出て出て。やめなさい。明日もあったんですか。明日はね、みんな大好きおにぎりです。オムさんです。関東どこか、ベルバラ導入してるところありますか。うち入れますよ。あ、導入してある。来週そうですね、入りますね。刑事は継続率どのくらいあるんですか。継続率だから、これで言ったらどんぐらいなんでしょう。120回ありますから ね、まあ、70、多分そんぐらいはあるかもしれない。75以上はあるんじゃないかな。73ぐらい、はいはい、あるということですね、はい。刑事の音やギミック好きだから、アマだしいっぱい見せてくださいね。わかる、まあ、確かにね、刑事いいっすよね。関西は新店舗増えたから配信店舗、総入れ、ん、あ、相当入れ替えるみたいだけど、関東はどうなるんですかね。どうなるんですかね。どうなるんですかね。さあ、それは楽しみにお待ちください。どうなるかな。もうね、僕いなくなっちゃうかもしれませんけれどもね。あとな、再来週の縄手に乗り込めないですか。あ、行きましょう、行きましょう。いや、行きたかったんですけど、あの27日、あの酒パワーの忘年会があるんでね、ちょっと無理なんですね。ごめんなさい、本当ね。関西ちらっと見たけど、すでに下水放送だからこっちいるわ。ありがとうございます。今日どこだ。下水んだ。今日は梅北じゃないんですか。梅北か。あ、でも、はい、オトムフェスティバルだから。ああ、そっか。伏せ、どっち伏せか、梅北どっちかですね。伏せ、伏せ、伏せ店だったら店長変わりましたよね。あ、そうなんですか。森店長。あ、なるほど。あ、今日不正らしいですね。本当ですか。森店長はちょっと仲良しですね。あ、仲良し店長、はい。やっつけますか、じゃあ。いや、やっやっつけますか。同じ機種とかね。いやいや、打ってね。いや、森店長、はい、タウンライトの伏せだったんですけど。あ、なるほど、なるほど。タウンライトつながりだったんですけどね。はい、はい、もう気づいたら伏せ店になっちゃいました、ね、はい。顎なし、現と、俺物語。あごなしげ。ルパン三世、今度金曜ロードショーで新作やるっぽいよ。あ、本当ですか。見なきゃ。市場直手の男子トイレが発展場になったから放送は、なくしたのかな。罰ゲーム、他の人に決まった瞬間アトムポーズで、跳ねながら登場してきたじゅんちゃんが忘れられない。性格悪すぎません、それ。それだけ聞いてると相当性格悪いですよ。そうだね。
あっちゃんもサイレンの最終回気になる、気になりますね、終わり物語やっと楽しくなった、おいくさんの話いまいちだったよ、ハウマッチ先輩、うん、池澤さんが放送で見れなくて本当に悲しいです、わまあ、ね、ワンチャンの会社説明会見てくださいね、ワンチャン、ね、ワンチャン出るかもしれない、そっち出るかもしれないですね、そうそうそう、今日は言葉遣いマシじゃないか、成長したのかな、ありがとうございます、うん、いやいやそのうちすぐ出ますよ、ね、あの当たり始めた瞬間、ね、調子すぐ乗っちゃうから、ね、すぐ調子乗っちゃうんで、配信テンポ再編するときは戸塚と蒲田を毎週放送希望、あーなるほど、なるほど、会長は点点点点点、なんでやねん戸塚と蒲田さえあればいい、ベルバラベルサイユのバラ、めっちゃ打ちたい、絶対配信してください、うわーやります、やりましょう、ベルバラも1週間遅いんだな、不接点、忘年会と純ちゃんどっちが大事なんだ、どっちも大事ですけどね絶対忘年会でしょ、で忘年会僕今年1回も出てないんで、はい、多分今年1回しか出ないですね、何回かあるんですか、いやいっぱいあるんです、なんかいろいろこう、あーなるほど、いろいろあるんですよ、業界のなんですか、はいはい、なんかよく知らない人たちとかの、いろいろある、よく知らない人たちとか、そうそうそう、よくあるんですけど、まあ、僕は常にっていうか、まあ、毎日のように結構配信あるんでね、なかなか出れないんで、ね、まあ難しいですよね、そうそうそう、まめちゃんコムの踊りも必要、まめちゃんとコムの、はいはい、踊りも必要か、私もでございますか、そうですね、はい、いやいや踊りたいけどね、うん、踊れない、まあね、足がもつれちゃうもんよく言いますよ本当、あっちゃん忘年会で今年こそ吉井さんを落とそうというね、やろうやろう、また興味がないですねごめんなさい、あっちゃん二次会を縄手でやればいけるんじゃないか、終電新幹線で行っちゃうかって、いややっちゃおうやっちゃおう、おかしいおかしいよ関東も新宿や府中増えたから配信増やしてほしいですね、ああね本当ですよね、まあ、この辺はね水面下で、そうですね、着々と何かが行われてる、何かが起こってるかもしれない、かもしれない、かもしれない、ルパンは、格闘機が良かった、うん、SE じゃなくてね、なるほどね、柴田さん池澤裕介とユースケトンチンカンってパスワード入力してくださいいやいやいや腕ぶった切られるよどの手がやったんだってなるから、ねうん、こんばんはルパンの金曜ロードショーは1月8日予定らしいです、あ本当ですか、見まーす、あとサソリの踊り食いができなくて残念だね、いややりたくないですね、池田雄介の朝まで漫画談義放送はいつ放送ですか、今関東にいないんでね関西にお願いしてください、面白くないよ言葉が綺麗なコムなんて、ニコラスコムは特別枠で言葉が汚くてもいい、ニコラスってあ刑事か、そうニコラス刑事ねすごいね、激アツになるとねもう我を忘れてね熱いこれ熱いみたいな、すごいんです言葉遣いが、あいつは前からそうです、なるほどね同期なの、キコーナの忘年会ってあるんですか、ありますよ、おはい今度あります、明日か、明日は食事会あります、それ店舗ごとにね、みんなあるんですよね、そうそうですね、あるんですよ、昨日の、関西放送で前々に木村京崎さんからあっちゃんの6号にライターに戻るよう言ってよってメッセージがあった、おかしいよ、会ったことないし木村京崎さんおえいきなり金文字、おお金、これ何個か絡まないと、これだとやっぱキセルとかね絡んでほしいですね、来るんじゃないの、うん、あれおさあ、ギジ、あ、ギジギジ、はい、ギジいいですね、今日今時期通常800回回して歯車パイセンしか見れなかったから、なんかコムの画面が憎い憎いいや、憎いも何も僕まだ何も起きてねえからそうだね、何にも起きてねえからまだ、おおさあ、豆島店長チャンスですね、ギジさんまで行けば、これギジさん行くでしょう、あおいいな、楽しそうだな、あ、ギジ2で、なんかごめん来た、なんかごめん、覚悟、うわ、かっけえ、うん、これでギジさん行ってるってことかな、はい、おお、これはちょっとね、金継ぐくん、ね、当たりそうな気配がプンプンしますね、これ来るな、いいですね、はい、これ絶対またなんかごめん出るでしょ、キセルは来ないかな、おおおおお、何何何何これ、はい、何これ何これ、おお、あ、赤か、まあ、あれグレン対決で、高額セリフってまだあるのかな、あーあトラもあんのかな、どうなんでしょう、コムグラサンかけてる、かけてないですよ、メガネです、メガネ、ザルバと契約書交わした、交わしてないんですよこれが、交わしてないの、はい、とりあえずだから出てきてくれないと、まずはちょっとお会いしないといけないんですよね、今回のルパンは、テレビスペシャルは
今回の連続アニメとも絡んでて、カリオストロも絡んでるっぽいですね。あ、そうなんですか。で見なきゃ見なきゃ、配信増やすのは賛成だけど、減らすのはリスナーの意見を取り入れて、欲しいわ。人気配信が配信になったらみんな聞こうの行かなくなるよ。え、なるほど。厳しい。あつろくは水戸店配信するんですか。まあまあ配信やりたいですって言われたらやりますね。はいはい、はい。関西のマイマイが預けに興味あるみたいなんで、圧力連れて行ってあげて僕の権限では連れていくことはできないですけどね。ボネカでモノズミゲンズブースの弱い青青 あでも赤ビジョンこれ当たった。はい、行きました。いいな。最初の初当たりは花のケージ、おめでとうございます。マジかよ、いいな。よかったよかった。俺もなんか来てよ。はい、じゃあ俺も行くね、キコナの方。ここからだね。池田雄介、侍ってその台に出てきますか。出てきませんよ。私はコムが出る放送が見たいです。あ、そうなんすね。増やすのは各店が白昼になるから厳しいよな。そうだね。今日ザルバを初打ち、して、ガラ保留来て当たった。おー、よかった。おー、かっこいい。コム、早く池田雄介の Kindle を激発よりリーチを出してくれ。ダメです、そんなの。君に、新年一発目、山ちゃんとあっちゃんのぬるぬる相撲やる。やりませんよ、本当に。サプライズで縄手に出たらいいよ。着任した途端配信終了じゃ誰も来ないでしょ。寂しい思いさせたくないな。預け暴れてくれればいいのにな。そうですよね。奈良駅前店の放送4時までやってたらしい。おー、4時長いね。さあ、これで ST は来い。 ST は来い。行かずということでね。構図、これは時短はつくんですか。これ時短10回ですね。はい、10回転の時短は一応つくということですね。はい。わー、ちょっと涙目。涙目やばいわ。今気づいたんだけど、まだトナカイのままなのね。そうですよ。豆芝当てないと身長2センチもらうぞ。いやもう当たった。紅白は SC 確定です。なるほど。あー、なるほど。コムはトナカイの契約しかしてないぞ。はい、コムこっち見な。コム契約してるなら、実印持ってきたか。実印、ザルバはコムと契約する気がないから当たらない。やめてやめて。マミちゃんおめえ。俺も黄金騎士になるから。声がでかくて台の音があんまり聞こえないということで、じゃあケージちょっと上げましょうか。あ、ケージ、はい。あ、本当ですか。うん、はい。あ、ST 抜けてから、じゃあ時短抜けてから上げましょうか。はい。コム、キコーナーとの契約解除という契約書を交わしましたか。いや、でもでもでも、やめてやめて。もう水面下で、それはそれも水面下です。水面下で、はい。あっちゃん、そういえば奈良配信にあっちゃん、あんちゃん降臨してたよ。いや、偽物だと思いますね、それ多分ね。10回転、の知れ物モード。あ、これ知れ物っていうんですか。うん、そうなんだ。マメちゃんとコムはクリスマスはぼっちですか。ぼっち仕事です。あ、コムちょっと熱い来たべ。うん、ちょっと今の見ました。うん、ちょっと良さそう。ちょっと良さそうですよ。時短中とか無理。マメシバ店長の引きはそんなものなんですね。はい。はいじゃダメ。はいって言っちゃった、うん、お、まだ行きますよ。はい、今ギジギジこれ2ですね。あ、リーチしちゃった。いや、もう一回行くよ多分これ。もう一回来て、うん、もう一回来て、もう一回来て。あ、来た。はい、ギジ3ですね。いいですよ、いいですよ。はい。おにぎりさんなら寝落ちでいいやと思ってたけど、あっちゃんならとりあえずスマホ持って風呂に入る。緑か。ありがとうございます。SE は何回転ですか。緑か。SE に入ればケージは120回。そうなんですよね。はい。あ、これいいよ。いいですよ。これ当たるよ。いいですよ。これは当たる。俺窓上昇は3分の3だったよ。本物のあんちゃんみたいだった。本当ですか。時短抜けてからってあれスペシャル、見てたけどいつ当たったんだ。10回転で引き戻すとか無理いけ。元旦の山ちゃんとあんちゃん楽しみ。5000個目確定だね。そんなに見るかな。はい、発展しましたね。こんばんは。あれ、圧力小田原捨てたんじゃ。捨ててないですよ、戻ってきましたよ。赤確定のリーチかな。あ、これでザルバもね、出てきましたね。ザルバも来ますよ。はい、はい、出ました出ました。はい、契約中、今契約してます。ザルバちっちゃいよね、アンドラゴ。今契約してますよ。今契約してます。これはさすがに当たるでしょう。これ外したらやばいですね。うん、コムは、2時だから 1人の方がキュンキュンしていいよね。でもでもで、ね、あ、レインボー。え、どこ違うか。どこ全体が今光りませんでした。わかんない、見えてなかった。当たったからじゃねえの。違うか。ザルバチ、ケージのスティッチは16ラウンドの確率アップする 25% になります。 25% ありますね。はい、美味しいですよね、25%、うん、25% はでかい。
ダンドラ。さあ緑のアンドラ顔です。まあこれはね、俺の中で7割はあるね。7割、うん、信じますよその7割、うん、これは7割ある、これで外したらある意味引き強い。まあ甘ねじですからね、言っても、まだ確定はしてないから外す可能性はある。そうだね、なるほど、契約します。さあどうか、僕も黄金騎士になる。嘘でしょ。え、嘘でしょ。外れた。嘘でしょ。え、マジで黄金騎士になれず、なれず、プ、ダセ、プシュン。やべえじゃん。初戦コマはトナカイ騎士、復活はなし。なし。ダセ持ってんな、ダセ。マジかい。あれは結構熱かったよ。穏やかじゃねえな、うん、マジかい。うわー、ちょっと引くわ。まだ緑は無理だろう、無能出せえな。契約破棄。お前も気候ダンスいいから、いなくなれ。コムやべえな、契約は白紙で。わ、やべえわ。コムの時は池沢侍で十分謝罪な。うわー、今日も、たくさん飲んでました。あと1時間持つかなと。 ありがとうございます。みんなください。契約振り子、ブシュシュブシュシュ。山田ですか、もう帰ってよ。レインボーとか言ってた。コムコン、今日は帰りなさい。レインボー外れんの。レインボー言ってたね。山田2号、そんな変な格好して打ってるからだよ。ザルバじゃなくて豆柴が出たから外れたんじゃないか。どういうこと。業務しろ。レインボー外れた。3割引けましたね、引けましたね、引けましたね。あれ、おにぎりは残念。では最後まで見ます。ありがとうございます。コムは自分のトナカイとでも契約してろ。あれ、今日金曜日だけ。今日月曜日ですよ、放送事故。レインボーと喜んだの、この結果わら。全然レインボー、全然レインボーでもなんでもなかったっすね。コムの名言出ちゃったね。レインボーに謝罪。山田並みね。はい。僕ダメですね。え、ダメですね。まあ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 、この間の何でしたっけ、エウレカ、うん、エウレカもひどかったですからね。あ、エウレカね、真裏にありますけどもね。やばいな、全然当たんなかった、うん、ちょっと小室くんやばいな。やばいですね。ちょ、本当にこの引きの弱さをなんとかしないと、うん、そうね。ケージの甘い打ちたいんだけど近くに導入してないんだよ。あ、じゃあもう うち来てください、はい、考えて小田原とかなんなら、はい、はい、あのコムが迎えに行きますよ。あ、駅までね、迎え行きますよ。ザルバでもしっかりチャンスアップ絡まなきゃ当たらないよ。あ、そうなんですか。お腹空いたからコンビニ行ってくれ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。戻ってきてね。ザルバはレインボーでも外れる。面も面も。いや、でもレインボーじゃないんだよ。本当レインボーでも外れる。全然レインボーでも何でもなかったです。コム、鎌田2度。コム当たらないと敬語しか喋れないぞ。本気でキレキレダンスだな。アドリブも入れようか。コムって持ってないでしょ、2個。持ってないです。節子、それカラフルや。カラフルや。上か、リベンジ、リベンジしてもいいのよ。YouTube から来ました。あ、いらっしゃーい。いらっしゃーい。ケインさん、いらっしゃい。レインボー外れたの初めて見たわ。レインボーじゃなかったです。レインボー外れた。もうただのレインボーじゃないです。いやいや、もうね、ただのレインボー外れたらね、多分店長呼んでこいって言われる。あれは多分レインボーじゃない、ただカラフルなだけでした。そうそう、カラフルだね。カラフルなだけでした。ザルバ、こいつと契約したら不幸になるからやーめた。今度罰ゲームはいいので退場してください。豆柴店長が池澤監督からいなくなるぜ、百歩ってビール噴射させてたってマジで。なんでビールかけやってんの。レインボーが外れる確率は。あれ、小室くん 100% のやつじゃないですからね。まあね、だから今の外れが、今日1コメント盛り上がったな。いや、家まで、迎えに来てよ。ちなみに埼玉の北部な。レインボー笑った。コム、徹夜の真似さすよ。エアーキーボード。小室ね。あ、小室ね。TK 出ますからね。僕世代じゃないんで全く分かんないですよ。あ、そう。今家まで迎えに来てよ。あ、これだ。あ、もう行ってきなよコム。行ってきなよ。責任取って。埼玉の山奥でしたっけ。山奥だ。山奥じゃない、もう失礼なやつやな。北部だ。レンボ外れんだね。ごめんなさい、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 ごめんなさい。レンボだからな。もうちょっと今の外したことにへこみすぎて全くもうコメントが耳に入ってこないんですよ。コム、今のレインボーに見えるけどデフォだからな。あ、でも、うん、皆さん聞いてくださいよ、はいはい、小室くん2日間で18万9千買ってますからね、はい、すごいね小室くん。どういうことですか。小室くん、すごいね。189K。 いや、喉乾いたな、小室くん。いや、いいな。いや、いいな。だから、甘ネジなんて打ってられねえみたいな心でいるでしょうね。なるほどね、やっぱりね、はい、ちなみに何で出たんですか。プレミアムビンゴと、ルパンロイヤルロードと魔界の花です。すごいね、出しまくりだね。ねえ、だからね、やっぱアマデジなんて打ってらんねえみたいな。
あれなんでしょうね、きっとね。あ、なるほどね。そう、舐めてかかるからね。ちまちまやってらんねえよみたいな。そんなこと言ってない。そんなこと言ってないんですよ。相変わらずちょっと性格があれですね。小室くん、おごってください。コム不正はダメだぞ。は、だから配信当たんないんだよ。小室くん、焼肉食べたいな、神戸牛。セキュラだよ。今年の流行語大賞、レインボープシュン。そういうことだよ、バイト。何打って当たったの？レインボープシュン。仕事はお粗末にするんだね。コムはサンタとして視聴者全員に焼肉。あ、わかる。でもすぐ消えちゃうよ、コム。コム責任取ってリスナーに飯をこれ。今年の名言、レインボー、レインボープシュン。レインボープシュン。恥ずかしい。恥ずかしいです、もう。レインボープシュンいいわ。レインボープシュン恥ずかしいわ。2人とも ST 入れて盛り上げてや。ね、そうですね。セロリつまみに飲んでます。皆さんはこれだけは何があっても食べられない食べ物ありますか？ピーマン。あ、ピーマン。なんかありますか？ピーマンね。何ですか？これが、これだけは食べれない、うん、食べ物。うん、牛肉？え？いや、食えるでしょ、別に。食えますけど。食えるじゃねえかよ。食えるけど、食いたくはないです。ああ、なるほど、ね。俺だけは食えないで食えますけど、おかしい。ピーマンは？ピーマン、ピーマン、だから僕ね、あの、ピーマンの肉詰めとか出ると、はい、なんでこんなことをしたんだろうと思って。なんでピーマンに入れるんだよ、みたいな。鬼畜なことしてんなと思って。美味しいじゃないですか、ピーマンの肉詰め。肉でええやんってなまあね、そう、そうですよね、嫌いだったらね。コムで副主任ですか、そうですね。はい、YouTuber です、よろしくどうも。皆さん、うん、行きますよ、皆さん行きますよ、気持ちいいなの刑事と真逆、そうですね。あのね、ニコラスは、行きますよ、皆さんっつってこうね、剣を握ってって、でーってこうちゃんと当てるんで、ね、ちゃんと当てるんです、ね、ちゃんと当てる、コムとは逆。じゃあ僕はその対局で行きます。そうそう、あのリーチと絵本の予告は、大学レインボーに見えるよねあ、やっぱそうなんですか。ただカラフルなだけですか。うん、そう。金色の台打ってください。金色、あ、普通の400分の1って言葉。なるほどね。あ、あ、台を打ってくれって、あ、ね、あ、買う、買いたいこと、買うってこと。どこか多分中古のなんか業者になんかあるじゃないですかね。まあまあ高いっすよあれ今、うん、そうですね、はい、俺沖縄だけど迎えに来て、いいメガネ屋紹介しようか。謝罪いらない、迎えに来い。もう直接ね、直接。埼玉の北部イコール山奥、メモメモ。ごめんなさい、ごめんなさい、本当にすいませんでした。ひどいひどい。今来ました、こんばんは。こんばんは。もう当てましたか。当ててないんです、これが。僕は、まあ、僕は当たりましたけどね。ケージは当たってますね。そうですね、ガロちょっとそろそろ当てたいですね。うん、点運7点外したから震え、マジか、きついな。穴くてでいいからよ、あ、コムか。セロリがダメ、なるほどね。あ、セロリわかる、うん。コムの今年の一文字、虹。今年の感じね、今年の感じ。今年の一文字だ、虹。あ、ナス、セロリ、キュウリ。あ、この辺嫌いな人多いんだね。いやー、キュウリはいけるな。うん、まあ、セロリはちょっとわかる。セロリはなんかわかる気がします。コム、寒いからヒートテック買ってくれ。2年関係を持っていた、セフレに付き合ってくれと言ったら結婚してるから無理と言われた。やらかした。素晴らしいね、その人ね。豆島身長伸びないぞ。ほっとけ。牛肉ダメな人っているんですか？いますよ、そりゃ。セロリは虫の食べ物。いや、でも食えますよね、絶対。普通に食うんだろうけどね。そうですね。あ、コム、ちょっとチャンスですね。ちょっとチャンスです。もう僕、ちょっとチャンスぐらいじゃ信じられなくなってる。どうしても食べれない食べ物。チーズ臭いはアワビ。チーズ臭いアワビ。わかんないです。危ない、危ない。それ絶対あれでしょ。危ないです。やめて、やめて。コムは次の、三世の信頼の主演ですか。来年は藤子とユリアのアマデジが出るのが楽しみです。どっちも松で惨敗したので。なるほど。CR ダセフェスティバル、俺たちレインボーでも外しまうんだぜ。プレミアムビンゴは激山。プレミアムビンゴで2万出て、次の日また1万8000枚出た。すごい。すげえ。うん、外で振り回われても断るくらい嫌いなものだよ。たとえ彼女の実家で出されたとしても、ああ、どうやっても断るんですか。あ、なるほどね、それか。それだったらなんだろうな、ピーマンの肉詰めは、うん、もう頑張って食べるしかないですよね。あ、無理やり、はい、まあ、あの、噛まないで飲み込むってでもありますから ね、うん、極端な話を言うと僕はバナナがダメです。あ、バナナ、アレルギー、アレルギーです。アレルギーね。食べれないです。そっちで食べれないね。食べれないです。レインボープシュンを流行らせますよ。やめてください。ピーマンの肉詰めと椎茸の肉詰め、さっき食べたばかりです。椎茸の肉詰めってなんすか。椎茸の上の部分に絶対うまい。それは食べれる。それは食べたい。うん、
今来ました。はい、はい、こんばんは。ケージはアマンもロング ST ですか。そうですね、ロング ST ですね。土曜にザルバ35回当たったよ。コム何してんだ。はい、ごめんなさい。あは、今日の SP リーチ全部さっきのに行って外れてほしいわ。そういえばあっちゃん、セブンのサラダ巻きうまかった。うまいでしょ。セブンイレブンのサラダ巻きめっちゃ美味しいんですよ。サラダ巻きですか。あの棒みたいなおにぎり、棒みたいなおにぎり、なんつったらいいのかな、海苔巻きでしょ、海苔巻き、そうのサラダ巻き、ぜひね皆さん美味しいんで食べてみてください。プレミアムビンゴで、負けたことないよ、ファーファーして、すごいすごい、すげえなそれは。乙女、平和の音フェス入りますか。入ります、入ります。CR、コム虹になればもうすぐ発売かな。私は20歳くらいまで牛肉食べれなかったな。すき焼きは豚で食べてましたよ。ああ、なるほど。キュウリとスイカはカブトムシの味がするからっていう人いる、ね、なんかよく聞きますよね、カブトムシの味って、うん、食べたことないでしょ。ガルパンのパチはようということでね、あ、まあまあまあ噂はありますね。ブロッコリーがどうしてもダメ。ブロッコリーめっちゃ美味しいじゃん。俺ブロッコリー大好き。ブロッコリーダメだけど、うん、カリフラワーは OK みたいな感じですか。いやいやいや、それ多分両方いけないんじゃないかな。アレルギーと、嫌いは全然違うよな。アレルギーとかない。わ、うん、かる。ケージの ST 突入率なんぼですか。 ST 突入率 52% ですね。はい。伏せ点はゲスな話ばかりになってたよ。どういう話がゲスなんですかね。森店長ね。秋葉原の毒リンゴの店が、あーまで言ったら300ハマりました、励ましてください、ね、ハゲが増す。まあまあまあ、そういう方はぜひねタウンライト小田原境町店遊びに来てください。そうそう、応援しますよみんなで。はい。コムバナナアレルギーだから下半身の影響で引き弱になったのかな。やめてください、やめてください。ガルパのパチ、そういうのがゲスな話って言うんですからね。なるほど。天野のに全然当たんねんな。豆柴の肉詰めがおすすめ。もう肉だけどね、もうすでに。ユリアの天野寺、ケンシロウ以外の男にバンバン連れ去られるのかな。燃えるわ。ブロッコリーなんだ。燃えないで。コム回ってないよ。マミちゃん、乙女のスロー入れますか。乙女のスロー入れます入れます。はい。女子の干しぶどうが好きな食べ物なんで。なるほど。カリフラワーは生で食べると美味しいという話がある。へえ。茹でないってことですか。じゃないですかね。でもなんか新鮮な野菜とかってなんか生で食べるじゃないですか、農家の人とか。はい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 。で生で食べると甘いみたいなね、はいはい、ありますね。あるよね、ますね。カリフラワー、あ、これだ。大人になって嫌いなものがありすぎるやつとか引くな。あ、すいません。ナスが出たら吐くから無理って堂々と言うわ。あー、なるほどね。ケージ ST 何回転ですか。 ST 120回転ですね。はい。コム、そろそろ CR バラ族に移動しよう。バラ族、バラ族。アレルギーと知ってて出された時点で歓迎されてないじゃん。確かに。若津金色の雨出たの出ました。ガロケンに指挟んで怪我したことあるから気をつけて。はい、気をつけます。皆さんも気をつけてください。でもセンサーついてるじゃないの、根元ね。うん。ナスとかカブトムシの食べ物だろ。おい、枝豆 ST 早う。あ、ねえ、本当にね、うん、ちょっと頑張りたい。はい。ザルバ初打ちで700余りだよ、怒り。マックスやればよかったと絶対思うよね。ああ、ちょっとね。まあ絶対思っちゃうよね。はいはい、はい。こんばんは、今来ました。ガロは剣刺さりましたか。刺さってないで。プシュッタ、プシュッタ、プシュッタよ。コム、顔じゃなくてシリカして。ナスは麻婆豆腐、麻婆ナスしか認めない。異論は認める。マムさん、牛丼の玉ねぎって煮込みすぎたやつか、まだ食感が残ってるやつ、どっちがいいですか。なんすか。牛丼の玉ねぎは、はい、シャキシャキしてるやつか、はいはい、もうめっちゃ煮込んであってトロトロっていうか、なるほど。ちなみにあの僕玉ねぎ嫌いなんで両方食べない。いや、煮込んであったらいけます、うん、あ、煮込んであったらいけるけど、はい、玉ねぎっていうあいつの主張が激しいと無理です。あ、なるほどね。はい。昔お稲荷さんが嫌いだったけど、はい、友達の誕生会で我慢してダメダメで食べたら食べれるようになったよ。でも美味しいですよね。お稲荷さんはめちゃめちゃ美味しい、はい、友達の誕生会でお稲荷さん出てくるんですか。いや、やっぱなんか運動会とかにもなかったよくやりますよ。 お祝いみたいな、お祝い系結構出るようなイメージはありますけどね、はい、お稲荷さん、ね、はい、食べやすいですしね。食べやすいし、まあ、お揚げはキツネが好きなんで、はいはい、なんか神社とかにね、あ、縁起物。そうそう、 なるほど。そうそう。パチ演出だけで言うとケンシロウ弱すぎて情けないからラオウくらいの、強い引き強引さが素敵か。ああ、
コム当たらないからコム読みしてあっちゃんサクッと当てちゃって、背がものすごく高い人はガロに加えてもらえるのかな、友達のお稲荷さんって、コムさん僕のお稲荷さんもどうぞ、豆ちゃんと何でも食べないと大きくなれないぞ。そうだからね、大きくならなかったんだろうね。眠くなってきたので早めのあたりをお願いします。頑張ります。頑張ってます。頑張ってます。頑張ってます。豆柴のお稲荷さんは甘ねじかな。甘ねじですね。食べれないって先入観あるだけで、実際食べたら食べれるんじゃないかな。いやなんかね、いや玉ねぎはね慣れないです、いや頑張ったらいけますよ、まあ、頑張ればね、お稲荷さんって下だよ、ここへ、ガロ大は、よく頭にぶつける、コムぶつけるなよ、絶対ぶつけるなよ、振りですね、稲荷の、酢飯は苦手、こちらのお稲荷さんの、こちらのお稲荷さんではないですね。どちらのお稲荷さんですか。あのこういうなんか W のこうマークです、ね。こちらのお稲荷さんではないですね。オメガで検索すると出てくるやつですね。そうね、それは私のお稲荷さん。今度はプライベートそれ違う、それ違うやつ、引きを残してわざと当たらないようにしてるだろ。そんなうまいことできるんだったらやってますよ。このお稲荷さん大好きだろ。豆柴好き嫌いが多いと大きくなれないぞ。じゃあ今度罰ゲームで豆柴に生の玉ねぎ丸ごと食べてもらう。いや無理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 。もうやばい、口の中すごい臭くなっちゃう。共に今何回、点目ですか。今ね、85回転ですね。今243です。はい、アツロクさん見てたら、戸塚の夜食配信を思い出してお腹空いて冷凍の焼きおにぎり4つ冷凍の唐揚げ1袋食べちゃった。だいぶ食べましたね。 おにぎり4つ。おなんかいい音しましたね。ちょっといい音しましたね。なんか歌舞伎通すとか言ってましたよ。はい、刑事のお稲荷さんは大きそう。昔嫌いなものでもうちょいちょい、機械見て食べてみるとある日ものすごく美味しいと思える時が、来てるかも。ハンバーグにもかなりの確率で玉ねぎ入ってるけど、それもダメなのかい。あ、それはいけます。あ、それはいける、はい、玉ねぎの主張が激しくないんで。なるほど、ね、なるほど、はい、お稲荷さんを押し込めうほ、ぐちゃってる。ガロのお稲荷さんは金色になってるのか。昔の人に、どういうことですか。君のお稲荷さん食べたいと言われて泣いたことある。こんなの見てたらアマデジ打てないなと。アマデジでも当たんないから。あ、本当だよ。うん、あ、おお、赤まで赤かついで。あ、エフェクトなしか。あ、ダメですね。本当そろそろ当たってくんねえから。はい、そろそろ俺当たってくんねえから。昔ホモの人、あ、これだ。こんなみ、あ、これもだ。おおお、あー、ダメだ。刺さらず、刺さらず。俺コムのお稲荷さん食べたいな、オス。豆シワとコムのフランク巻き、ただいま50円引きセール。コムニコラスは6回転目にレインボーガロ保留出してたんだぞ。何それ。もう250だよ。本当に甘手地ですか。そうですよ、そうなんですよ、実は。何打っても当たんないんです。一人暮らしし始めは料理で玉ねぎ使わないとか考えられないと思ってたけど、気づいたら好きなものしか食べなくて変身ひどい。なるほどね。なるほどね。この前玉ねぎ青年の主張をしてた。玉ねぎが青年の主張をしてたよ。コム使えねえな。もう1時雨なのに2時から聞こうなるで。CR コム金持ちになれ。アコムとの契約はいつぞに。コムはリアル充実してるから無理かもね。いや全然充実してねえから。コム俺赤ガロ出て外れたから。まあね、ガロホリ赤はね外れた時ありますからね。そろそろなんかいいもの見せたいんですけど ね、 そうですね。全然だね。お、もう一回タイガー、まだいけ。お、天運天運天運、いいよ。え、天運来た。まだいけるでしょ。ギジル、もう少し見せて。レインボー、お、天運、いいよ。レインボー、レインボーアクション、あるで、あるで。天運アクションですよ。レインボー、レインボー。タウンライトってマックスキー置いてないんですか。ライトかアマデジだけですか。いや、マックスもありますよ。はい、マムシバ店長結婚してますか。いや、結婚してないです。ザルバの履歴見たけど、おかしいよこれ。どういう内部抽選してんだ。まあまあわかる。これいいんじゃない今度。頼む。超アクションいくかもしれないな。超アクション1回転かも。お、超アクションいった。超アクションいきました。今度確定。レインボー、気づんな。俺甘く、おい、これで8点、8点もしましたよ、はい、レインボー、
レインボーはまだです今季すんな俺アマガロ3万使ってアニメで一止まりだったからマジで。あマジ天運からアクションか。あ歯車パイセンだ歯車パイセンの通りだパイセン天運パイセンどう天運パイセンですよ、うん、天運からアクションからしつこい嘘でしょ、お二人は何歳ですか。もうお久しぶりです本当。店長何歳ですか。店長36です。はい。コムは僕24です。はい、なんでかな、仕事してると時間長いんだけどパチやら飲んでるときは時間過ぎるのは早い。わかる、わかります、わかるよ。コムレインボーは赤、赤ですよ。ママチャンスだね。ママチャンス、ママ時短抜け何回転105回転きました。よえパイセンの勝ち。天運よりパイセンの方が強そうだよな。歯車嫌い、アルミ必要だね。パイセン、天杯リーチ、マンガン狙いだな。パイセン頼むパイセンお願いします。うわっダメズ弱い、もう無理だよ。弱いね、これは確かに弱い、弱いよ。もらった、パイセン磯丸で待機してたからすぐ境地を取れる。パイセン、ドラッグライターがそばに、あれば当たるかも。大丈夫、ガロー、うーん超アクションでパイセンボコボコにしてきて、コム引き弱い伝統芸コムだ、どうパイセン強えな。誰ばアニメに一度当たっても4ラウンドあってあショックだった。あちゃん交代だ、帰れパイセン無事、パイセン強すぎません。パイセンの勝ち、コムは やっと一度対決してみてください。あ引き弱対決、おにぎりの呪い見せ場作るな。コム今までお疲れ様、無臭、パイセンに感謝。マメちゃんとコムは絵と一緒ですか。あ、え待って、な一周回ってるんじゃないですか。待って待って、羊年、あ、天運ボタン、天運、天運ってる、天運ってる。そっちも天運ですか。天運ボタン今ブルッタブルッタ、あ、これはいいんじゃないですか。あ、これ来たわ。はい、え、コムは羊、羊年です。あ、俺も羊一回り、うわ、怖っ。一回り違うですね、これで記事ね。はい、もうこれ当たったからもうに右打ちにしといた方がいいですかね早い、気持ちが早い。これ絶対、ほら、金だし、金だし。本当だ、うわ、あ、これは当たりましたよ、これ。外してくんねえかな、すーげえブルったもん。あちゃん代わりに外してほしいな。パイセンは四天王最強、レインボーは、レインボーパイセンプシュ、ニコラスとの引きの違いが点々。天運の無駄遣いやめれ、豆レインボーは、鬼圧コム VS 山田と2時間何もなしで失礼するんじゃないか。お大凶、大凶、大凶が来てる。大凶大凶なんて初めて見た。これ以上下はなし、うん、おお。リスナーの希望、希望、コケパン 100%、コム 0% 確定？確定なのかな？ただね、保留が青っていう、うん、テンボタン、くるんちゃん、はい、来た、あ、来たー、はい、なんかごめん、なんかごめん、なんかごめん、まみちゃん、まみしばと俺はため同士だと、同い年よろしくです。はい、本当だ、ちょいちょいおにぎりって聞くとお腹空く。焼きおにぎり食べたいね、食えねえ、食えねえか、や焼き入れる、まみしば ST 入れてくれるよね。あ、入れます。黄金キセル、来るか、これ、ふつましろ、まめ、今の信頼度は、うわ、今ね、99%、だいぶ来てるね、だいぶ来てる。これそれそれそれ言ってるよ、うん、いいな、楽しそうだな。こっちも何か起きないかな。わあ、そろそろ当たりたいな。かっこいいな、ケイジ君。コム外してな、欲しいとか性格悪いです、ね。さあ、これボタン一撃ですからね。外してくれ。これは来るよ。一番に行きたい。焼きそば食べたい。ほら。はい、来ました。ありがとうございます。わあ、ブレってる。あざとり2回目。コム、ショー、コム何やってんの。いや仕事してるわ仕事したい。大凶大吉は少し期待する。あちゃん見てると大青保留、青保留だからね、いいね。はい、あ、あちゃん見てると大福食べたくなるから、ブッシュとかもおまねじだから、おめえ、コム外してくれるとかひどいね。コムとは違うね、大凶確定、確定なんすかね、マジ、うん、コム原稿な、あさってから冷え込むというので電気毛布出した、ぬくぬくお布団幸せ、わー、いい、ね、入れたい、これは入れたいね、おめえ ST よろしく、うっす、やるやる、やっちゃうよ。まあ 52% ありますからね。そうですね、まあ、さっき外したんで、うん、大丈夫大丈夫、はい、
やむおめせん、やむ、やむおま。あっ、えな、えな、えな、はい、ちょっと手運に、あれ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 、やれず。おーい、マジかよ。出た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 、ありがとうございます。出た出た、うわー、豊臣くんに褒められたよ。いっちゃん美味しいやつや。はい、さすが店長。おー、ぶるってるぶるってる。どうなの、どう来ましたね。豆柴の普通の大凶ですか。大凶覚醒じゃないよ。あ、覚醒じゃないですね。あっちゃん、首から顎にかけてのラインほっそりしてきたけど痩せましたか。あ、これあのどっちから、これカメラの位置うまくやるとこう細く映るんですね。ありがとうございます。自撮りの見せ方慣れてますね。自撮りの見せ方慣れてますね。これ ど、まあ、どれがいいんだろう、どれがいいと思います。まあまあ、まあまあ、縄文突破いいんじゃないですか。縄文突破ね、やっぱ、はい、あ、これね、うん、店長が違いを見せつけた。ブルマメさんおめでとう。ブルマメ、すげえブルってる。今磯丸でザルバが契約書を持って、待ってたよ。で、本当ですか。でする、僕も本当そろそろ契約したいんですけど。2人は今年年男だったんですね。そうですね、そう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 、新しい年男です。年男くん、マックスの時代表外したけど外れるかね。代表確定ではないですが熱いです。ST 中の大当たり確率は何分の1ですか。96分の1ですね、はい、120回 ST の96分の1、はい、長いこと遊べます。はい、新しい演出あるよ。あ、そうなんですね。あるんですね。まあ、何モードがいいんだろう。やっぱこれが一番いいんですか、みんな。どうなんですかね。豆柴の普段も代表ですか。基本代表っすね。コム、キコダンスしなくていいから正座でしたぞいな。しかし代表もこんな方に見れるのも天の魅力よね。あ、そうっすよね、うん、僕もそう思います。あ、音大丈夫ですか。なんか大当たりにしてから音が大きくなったような気が。あ、ちょうどいいんじゃないですかね。はい、もしあれだったら言ってください。はい、あげまーす。ST 入れてくれみたい。あ、入りましたね。とりあえず一緒にビールやりながら打とうか。ビールやりながら、お、秋シネモなんていうことだ、漢字読めないの。漢字読めない、出た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 。まあ、僕大体放送1回につき1回は言いますから読めない。殿下の宝刀、そうそう、読めない。来年の大河ドラマが、真田幸村で大ファンの堺雅人主演だから、なんでか刑事の雪村が頭ちらついてしょぼく見る。なるほど。なるほど、なるほど。コムとか言う人はいつ当たるんですか。本当ですね。じゃあ、まあ、当たらず、まだ全然小さいくらいで、コム一回打つのやめて賢者モードに入る。コムは性格悪いので当たりません。刑事確認入らなかったら時短つくんですか。あの10回転だけっすね。はい、コムとかいう人はウホーですか。ウホーですね。ウホーですか。ウホーです。何でも何でも何でも行きます。本当に。いやー、でもこれ当てたいなー。まあまあまあ、このままね1時間ぐらい連射してもらっても全然いいですよ。あ、そうね。コムが全然見せれてないね。今日はね。本当毎度毎度すいません。本当。色エフェクトきた。青、青保留から。まあリーチはかかるんじゃいます。はい。かな。コム、いつも、いつまで打つつもりですか。初めてのコム、どういうことだ。コンビニからただいまお借り。豆柴店長は当たったんですね。コムさんはもちろんまだですよね。はい、まだです、はい、もちろんまだです。コムは女の子にイケメンを全否定されるのと、アマネジでレインボーと言って外れるのではどちらが辛いですか。後者です。あ、後者ね。ニジプシュンは辛いです。そうだね。うほうだったのか。じゃあ今度尻触りに行きますね。好きな女性のタイプを教えてください。好きな女性のタイプはやっぱり基本ショートカットで、はい、はい、コムは、あと背ちっちゃい子。あー、コムは、僕は自分のことをほっといてくれる子がいい。あー、あんまり干渉しないでくれる、ね、干渉しないでほしいですね。コムはトロックチェンジ。やめて漢字シリーズ、みんな、でグダグダになると。コムは当たらなかったら何してくれるんですか。いや、もうほんと正座で謝罪します。コムとかいう人が打ってるのはマックスですか。いや、これ実はアマデジなんですね。ガウは実はユッパチなんですよ、これ。はい、まあ、言ってもあと50分だからね。やばいやばい、やばい、頼むよ、頼むよ。もう半分過ぎてる。うん、うわー、来てほしい。青保留ねえ、残りやばいやばい、あと40回転ぐらい。残り40回転、1回ぐらいリーチかかろうよ。
リーチもかかんない、刑事の、弾入賞時や変動時に大ブルってなる演出が好き。あー、わかる。あ、ここね、うん、あ、ブルブルってなるやつ、はい、あれハンドルまで来ますからね。そう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 、あれいいっすよね。ST スルーですか。いやー、これスルーしそう、うん、さあ、せめて、はい、せめてあのリーチはかかってほしい。あー、リーチね。なんもない、うん、これもあと10分で当たらなかった。おキャッ、こんばんは、小田原ラブ。違いますよ、小田原ランブの方です、ね、ランブの方です。はい、さあ、豆島店長はリーチかかりましたけど、いけるかな。はい、うおー、いってる。ちょっと弱いかな。はい、やれずやれず。コム、ここまで来たら2時間当たりなしで駆け抜けようぜ。いや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 、それ大丈夫ですか。やばいでしょ。やばい、豆スルーした。おーおーおー、復活来ました。ライブエモノ、よかった。いいな、いいな、よかった。もうスルーしたら何してくれんのってコメント来てましたからね。よかった、はい。こんなに当たらないザルバを導入したテンポはどこですか。本当に風評被害甚だしいわ。本当すいません。プレミアだ。コム、今日当たらなかったら金曜の某店長の矢みたいに来週からコーになっちゃうよ。あー、なるほどね。コム、当たらなかったらトナカイ姿で親指立て、不正してね。こんなんで当たるのか。マミちゃんおめー、ケジャマ結構ちょろそうだな。ザルバ何台入ってますか。ザルバは2台、はい、ケジは、ケジも2台、はい、2台入ってます。わあ、いいなあ、うん、よーし、次こそさ、ちょっと縄文突破やっちゃうよ。25% でね、16ラウンド引けるんで ね行きたい。これちょっとね、見たいですね。コム、今日当たらなかったら個人的今年一番の事件話してみ。今年一番の事件ですか、うん、ないよ、何も起こなかったよ。平和だった、平和でしたね。何事も起こらないです。いいことじゃない。これが、これも何事も起こらないですけど。あ、でも移動したの今年。あ、移動したの今年です。ああ、そうだね、それぐらいですかね、僕の中での。ザルバ何回転ですか。ザルバ今326。はい、もういい加減にしてよ。ザルバって出玉どうなんですか。出玉結構すごいと思いますけどね、はい、一応15ラウンドが 6% かな。 6%、 はい、それで、7ラウンド、7ラウンドが 4%、 4%で6ラウンドが 40%、 はい、残りの 50% が4ラウンドですね、はい、へそ電柱共通なんで、ね、共通ですね、はい、突入率 100% で ST が6回転、はい、で ST 中は11分の1なんで、はい、まあ11分、ね、6回転の間に11分の1、11分の1、引けると時短が100回ついてくるんでしたっけ。そう、いや違う違う違う、あれ違いました、4ラウンドだと25回転、あ、4ラウンド25回、6ラウンドだと50回転、15ラウンドだと100回転、はい、なるほど、うん、海だね、海、海ですね、海ですね、大海、大海か、そうそうそう。今日もでも閉店間際、うん、7000発ぐらい、あ、すごいね、はい、出してる方いらっしゃったんで、アマだけど、これもマックス、あ、連打でマックスならないで縄文突破したら15ラウンドなのかな。あ、そうなんですね。アマ刑事の継続率は、アマ継続、73%、はい、豆芝見せるね、それに比べてコムは全然に。2時間駆け抜けたら明日サンタギャル姿でお出迎えよろしく。ニコラスのぶっこみくらい話せ。コム早く契約して魔法少女になってよ。それ違う、それ違う。それ違うやつだ。それぐらいハマるならマックス打ってた方がいいよね。移動が事件ですか、コム。何やらかしたんですか。マックスさん、昭和物語打ちましたか。昭和物語、エーゴンのやつ。そう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 。あれは打ってないですね。まあ引かなければ振り切り分けあっても関係ないけどな。まあでもね。土曜に山ちゃんに会いに蒲田行ったんだけど、はい、山ちゃん休みだったわ、コム謝って、ごめんなさい。謝って、契約交渉何個中、マックスだったら1200ハマるってことか。きついな。こんなに使えない店員がいるお店の名前は何ですか。いや本当に風評被害だ。緑、おい緑保留、変わるんじゃない、変わない、変わらずですね。コム、今日当たらなかったら次回またスカート履くんだよ。カナダのマックスと、コムはもうダメだと、見せかけてガロケンさせてくれると信じてるんで、最後の最後には見せたいですけどね。ちょ本当に、刑事の継続率、アマもマックス同様かけぬ同様抜け後の残り電池保留も含めた継続率でせっかく感じる。早い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 、
さあどうでしょうか。みんな視線が左画面に寄ってそう。あっとやれずやれずやれず、ホームチャンスじゃない、ちょっと来ましたね、はい、あそろそろね、なんか起きてもいいんじゃないかな、ね、頼みますよ、本当ザルバさん、チャンスザルバ、対岸対岸ザルバさん、それはね、ちょっとね、厳しいね、はい、ザルバさん、うん、呼んでますよ、ザルバさん、いやこれはないな、うん、ニコラスみたいに ST 最後の4回転でガラパッと鳴らしてみようか。あの戸塚でこの間ねザルバのこの配信やった時は、はい、残りのなんかなんていうか漫画みたいなのでこうペラペラめくって、はい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 、なるじゃないですか、はい、あそこで 7点して当たりました、すげえな、すごいな、それぐらいやらないとこむ、頑張ります、うん、あやっぱりちょっと差が出ますね、差が出ますね、うん、あおお、前田健二さん、これリーチいったんちゃいます、はい、はい、縄文、はい、マムショ店長今80回転ですね、はい、対岸の数そろそろ、まあでもこれぐらいで当たってるのが一番いいですけどね、そうそうね、十分楽しんだ後にね、そうそう、マジかよ、あ、で、で、早い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 、おー、若い、近い、これいけるんちゃう、おあーやれず、あーやれず、大振り物は突破、やれず、やれない、おーさらに来ました、3年目おめでとうございます、いいな大福系、いいないいな、っていうことはこれさ3ラウンドをガンガン引いてるってこと、そうですね、おコムもいいぞ、お赤、赤になったよ、赤になったよ、対岸でも対岸でも対岸、横回転いいよいいよ、あれで願いましょう、うん、赤だよ、コムの今年一番の事件は自分の店でレインボーブッシュンやらかした、早く当てる、ごめんなさい、ほんと、パッと出してもらうことになるぞどっちが面白い、おお、えこれはおな、7、嘘でしょ、歌舞伎ごめんボーナス、はい、よしやったどっちが面白いんですか、お、なんかどっちが面白いですか、いや自分刑事好きなんで、はい、僕ガロ好きですけどね、うん、ただまあちょっといいとこ見せられないんで、あの受け入れられるか受け入れられないかですね、コムも頑張れ、赤メガネ出玉少な、そうですね、あこれ変えてみます、変えてみましょうか、なあこれ何、なこれ新しくないですか、これ何ですかこれ、はい、こんなんありました、わかんないですね、殲滅、あ、ゴムの発展、とりあえず発展です、はい、とりあえず発展はしたけども、コム安心してください、コムこれ外したらお姉ちゃんの店で1万発使ってね、あ、バサラモードだ、ザジザジです、コムザジ来た、ようやく来たかな、ザジですよ、コムは発展バー、ただここまで特にチャンスアップないですよ、コムこれ外したらあっちゃんと答え、来たよ、まあ、いやー、ね、外すんちゃいます、いや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 、これはね、これはね、これはこれは ね、でもね、頑張りどころですからね、ザジだけど対岸、コムやっとか、保留変われ、そう、ザジだけど対岸ですからね、保留がね、金に変わればいいんだけどね、まあ、赤のままです、ね、まだ信じない、安心してください、当たりませんよいや、マジでマジでマジで頼むよ、まあ、赤以外だったらね、エフェクトこの後の稲妻ね確定ですけれども、いやなんかやれなそうな気がするな、うん、これ外すのがコム様、赤イルミで外す、はい、赤ですね、赤ですね、はい、赤です、コムならやってくれると思ってた、ザジーってホラーのポジション的に、偉いやつらの幹部的なやつ、ザジーってなんか原作にいないっていうか、なんかパチンコ書き下ろしとかじゃなかったっけ、違うっけ、わかんないです、アシュラってカンの時の演出ですか、ね、これそうっすよね、うん、そうそうそう、だだだだだ、あのバサラモード、外してマメさん助走ね、コム対岸からの赤からのプシュンあるか、対岸からの赤からのプシュンです本当にこんな当たんないの、本当にもうやめなよねー、来た、コム、サツコム、もう被害者やで、うわ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 、
ないわ。プシュマジかよ。対岸と書いて外れて読むんだよ。ダセーな、コムダセー。何これマックスですか。コム最低ダセー。ま、魔界戦記出てたよ。ダセー赤プシュいただきました。いや、こんなに甘デジで見せれないの、コム。これはまずいよ。やばいね。ちょっと泣きたくなってきました。圧力と変わろう、コム。コムの、引き壊れてる。台は正常。ここまで当たらないカロが置いてあるお店で打って大丈夫ですか。コム叩くよ。ほら、こうなるじゃん。僕が今あの皆さんの分貯めといてるんで。僕今皆さんの分貯めておきます。そういえば今日なんとか流星君がたくさん見れるって言ってたけど。あ、そうなんですか。多分外出れなかった。答えだ。コムさんもう本気出して。山だってるね。あ山だってる。山田並みにひどい。あれ画面割れた、なんか外れたけど。コムへこむ。サンタギャルと交代。期待を裏切らないコム。コム泣いていいよ。ガル面白いですか。面白いです。うわ、これ見るとマックス打ってない。コムコマード来いや。18万稼ぐからだよコム。双子座流星君。コムメガネ外して何も見れない状態で打って。無心になろう。双子座だよ。双子座流星群って昔で、なんかありましたよね。コム今度山田と対決しよう。わかりますコムさん。こうなると逆に当てるまで離れられなくなる。ちょっとそうですね。あの向きになってきましたね。そうだね。さすがに。嘘でしょ。もう逆エンブレムか虹ガロ保留でしか当たらない。でも虹でもプチュン言いますからね。さあ、まみじょう店長、もう83回転来てますけど。いやそろそろ来そう。ああ、そろそろなんて。ずっとなんかこのぐらいで当たってたんで。そうですね。ああ、構図だ。保留変化がないですね。双子座流星群は毎年見れる。コム熱いの外して美味しいとか思ってるだろう。全然だからな。悲しくなってくる。本当に悲しくなってくるんですから。コムさん2時間延長ですか。計4時間延長してえわ。いやもうね、あの使った玉分ちょっとあの回収しようかなと思ってます。なるほど。コムも、ね、もう当たらないんやったら。そうですね。はい。もう3戦柄で外してみよう。あ、これ熱いやつなんじゃん。ちょっと良さそうですね。あれですよね、これ戦うやつ。はい。でも甘辛打ってるとこんな展開しょっちゅうだけどね。ねね、これ99分の1でね、本当に甘手時代なんだそうですよ。金三番にかけよう。コムも私も立派な読むんですね。コム回転まで打っても当たるんじゃないか。それは当たるだろうね。当ててほしい。ああ、やばいやばいやばい。うわー、ダメ、ね、あー、ガロ保留だ。緑コムガロ保留。赤からのからのからの頼むよ。お前にかけるよ。赤ガロ保留です。赤かとりあえず赤です。頼むよ本当に、うん、かけるよ、うん、本当に契約したいからそろそろ。おお、また今シュヤリが飛んできたぞ今。そうですね、青保留。試しにマムちゃんとコム変わってみて。さすがに当たるだろう。ここで対岸希望。ここで対岸来たら面白いですね、うん、ちょっと本当に。あれリーチ、ギジは、ギジなし。ギジなし、ギジなし、ギジなし、ギジなしです。あ、上行くんじゃ、エピソードとか行くんじゃ。行かないね、行かないね。これ大丈夫か。これ大丈夫かな。かなり熱い。あら、これ大丈夫か。あれ、アニメから発展はいいんじゃないこれ。あーね、うん、ギジなしの緑、ガロホルからのプシュ。ギジなし、ギジなしいいやん。むしろ熱い、むしろ熱い、うん、頼むよザルバさん、うん、お願いします本当に。ガロホルマックスの時より弱くなってるし、しかし、うん、さあゲージは、わーい、あと一人が倒せない。おー来た。通った。あー、ここで当たった。アニメで当たった。すげえ、アニメ大当たり。おめでとうございます。やったー、役に熱いべ。おー、やっと来た。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。まあこっちは抜けますね多分。あ、ケージは抜けそう。はい、直当たりかよ。ラストチャンスか。うん、ラストチャンスかなとか聞きます。プレミア、プレミアだよ。プレミア？リアン潜入リーチで大当たり、プレミアって書いてありました。あ、ね、やったー。コムが見せただと空気読め。どういうことだ。初めあたりに4ラウンドあるのが消せないんで。
おめえこんなんでこんな感じで当てちゃうんだよ。さっきのザジで当てる本当だね。当てたから罰ゲームとしてここダンスな。なんで当てるの。ここで当てるとかダッセーな。教えてどうしたらいいの。大丈夫大丈夫、 ST 華麗にスルーするから、うん、ということでケージは抜けちゃいましたね。あ、抜けちゃいましたね。今度はこれ4ラウンドかな。4ですかね。はい、別にプレミアではないです。マジでスタート出た。ああ当てよった。25回。プシュンが見たかったのにな。そうだねプシュンが見たかった。はい、ということでここから、ザルバは6回転の ST に入ります、はい。6回転の間は11分の1で大当たり抽選。そうですね。はい、はい、いやさすがにやれるんちゃいます。まあまあまあ今までがこれでしたからね。そうですね、10連ぐらいね、はい、逆にやれなかった時ですよねすげえハードルが、ハードルがガンガン上がってプレッシャーね与えるわけじゃないですけど、いや普通やれるでしょうね。何連目標ですか。コム10連いきましょう。10連いけなかった時にはあれ、いけなかった時には小室土下座しますコム土下座、土下座します。まだ時間あるし豆書も頑張って。はい、頑張ります。先ほど1で当たらず 2D で当てる。あれ、当たって不満出るとか山高い。何回連チャンするのコム。10連10連します。あ、緑だ。ザルバの色がザルバが緑です、ね、はい。お、きたー、2連目おめでとうございます。よかったよかった。ねえ、3ってことは6ラウンド。6ラウンド、はい。店長どうですか、良さそうですか。ほら当たった。当たり、おめでとうございます。129回転おめでとうございます。初めて見たあのあれのモードで当たったの。おー、あ、コムが当たったことです。え、ハッチカペペチッチ何やってた。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、おかしくない。絶好調はい、ということでケージ3回目ですね。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ただこれ時短の時にねやりたかったっすよね。そうですね。マミさん、来週の放送でそば食べようか。コスコそばかな。いいっすね。あれ、うちいつですか、最後、今年最後。27、28。あ、そば食べましょうか。あ、食べますか。いいですね、流しそば。流しそば、あ、いいねまたやろうか、ね、今年を締めくくる流しそばね。やりましょうか、ちょっと準備しとこ。ハマった分爆発ですね。3分後には通常画面だろ、パスワード入れると、はい、ミッションみたいなのがあって、プレミアランクの演出を出したってだけでしょ。あ、さっきのコムのやつね。あ、そういうことなんですか。さすが店長。あーが、ノルマ達成まであと8で。マメちゃんおめでとう。あー、次はやる、ありがとうございます。次はさすがにダメだったか。希望、はい、しれものモード、はい、あ、さっきの何でしたっけ、きたー、おー、トム1回転、ね、すげえ。3連、3連、うん、3連。おー、ケージは電柱掘りあたりですか。違いますね。いや、違うんすよ。こんばんは、今来ました。豆柴店長の台のスペックを教えてください。はい、スペックは 99.9 分の1。はい、で、確変中の確率は 96分の1ですね。はい、で、核炎突入率は、52% へそですね、はいはい、で電柱の場合は 100% で120回転の ST、はい、となっております、はい、今はこれ単発、ね、今単発で、これ時短の10回転ですね。はい、豆柴さんおめでとう。おろす、そういえば豆柴とコムさ、小田原駅の西口の方に、はい、トロセイっていう寿司あるんだけど、行ったことある、はい、うわ、ないっす、ないです。昔行ったんだけど、うまかったよ。あ、本当ですか。へぇ、行ってみたい。そのまま全国に流してください。そば流れるか。あと7年何やってんだよ、母の母。分かってないな、コム。コムさん、リスナーはそんなこと望んでないよ。ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、まあ、10連ね、目標ですからね。目標ですからね、うん、せっかくならね、そんぐらいは行きたいところですけどね、うん、おお、赤い、頼むよザルバさん。はい、いや、それは来るんじゃないですか。ダブルかな、ダブルかな。ザルバさん、はい、これアンマですか。両方ともアンマデジですね。アンマでーす。うわー、引き戻したかったなー。コズですね。ザルバさん、リスナーはコムがジャンピング土下座する姿が見たいな。ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、ハードルが上がってくる。今日何連しましたか。今日何連、さっき3連、はい、コムは今3連、3連ですね、はい、
当てろよ。熱い？あ、これなんかねニコラスが言うには左と右の数字が同じでリーチかかった方が熱い。お、なるほど、うん、今外したやつです、ね、今右2つだった。ここが、ここが、こっちがそう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 揃うってことか。そうそうそう、やべえ、これラストか。やばい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 。え、ああ、各編終了、終わり、残り18回の時短がつきます。はい、コムは仮装して箱根駅伝を走るんですか。なんでなんでなんで、ね、なんでそんな話になった、W は二変動外れ告知予告だと思ってる。なるほどね。コムはあと何年すれば気候のやめずに済むんですか。あと8連ですね。あと7連ですねこれでもやめそうっすねいやー危ない6、ね、だから本当に時短50 あの ST 引けないんだったらもう時短50のね奇数図柄で当たった時に抜けないと、はい、3やばい、うん、いや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 2あ終わりましたこれ終わりましたこれやばいね1あやれずやれずやれず。おおお、これチャンスあるよ。えこれもあるよ、あるある、ラストの回転ですけど、あるあるある、ラストの回転。へえー、今までありがとう。来週からコムの弟がコムの代わりにしてコムの代わりにおにぎりが、おにぎりコム、もう引け引け当てろ。あーコズ見せ場だったんだけどいい音しましたね。うん、コム罰ゲームだ。うわー、この幼少期モードでね、ニコラス当てたんでね、コムも当てよう、ここで、うん、同期でしょ。いや同期だったらやれるよ。同期だったらやれる、それは同期ですよ。そこは当てる。じゃあ、名前はコム、コムギリだなおにぎりじゃん、コムギリ、コムギリ。ダブルチャンスで上下段とも数字揃うと1回転連チャン確定。あ、そうなんだ。ザルマの周りのオーラがレインボーになる。へえ、何連したのコム。3連3連です。もみちゃん、ちょっとおにぎりじゃないの寂しそうだね。いやなんかね、いやほら、おにぎりさんはなんかある意味いじりやすかった。ああまあ確かにね、そうですね。さあ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 、平均何連するものなんですか。どんぐらい平均、何連ぐらいするんですか。平均連ちゃん書いてなかった。 2.1 つとかじゃないかな。3連ぐらいかな。今日はどうなん、ちょっと覚えてないです、あれここ書いてない、この平均っていうの。今日は今日で言ったら3です。3連ぐらいなるほどね。コムそば小麦り、改名ブシュシュ小麦りブシュシュブシュンブシュン、はい、いやー、そっか、やれずか、うん、やれずです。まあ、あと30分ありますから、はい、退職です。退職そうだね、となってしまいました。ちょっと自分から言えないからさ、はい、愛になってしまいましたね、うん、退職と。はい、すんませんけど、金魚集めて、金魚集めますあと7匹、うん、ダメだね、コズおにぎりさんはまあいい人でしたよ、惜しい人を、てんてんてん、まあ惜しい人をなく、てんてんてん、おにぎりは月曜辞めたんですか。辞めましたよそうそう、はい、いや辞めさせたんでしょ、絶対。まあまあまあ、いろいろね、諸事情がありましてね。あ、そういえばあっちゃん、はい、あのさ、はいはい、あれなんですよ、小田原の駅前に、はい、あの磯丸じゃない24時間の居酒屋さんができたんですよ。お、目利きの銀次っていう。いやいやいや、知ってる、嘘知ってる、それ平塚終わりに行くとこ、嘘目利きの銀次目利きの銀次、目利きの銀次がね、駅前のできたの、いいで、ね、ビルの中に。目利きの銀次もいいですよ、いいですよ。びっくりした。いやただね、今日私ご覧のためには定期清掃入ってました。なるほどね定期清掃がね、ありますからね。そうなんですよ、朝5時ぐらいまでかかるらしい。いや大変ですね。そうですよ、おにぎりは裏行ったのね、うん、おにぎりは気候の密室で、可愛い店員のいる放送で、鼻の下を伸ばしてますよ。なんやと、なんだって、あっちく正面、女の子の出てる放送とかおにぎりやってるんでね。うわーうわー変われ、なんかね生着替えとかやるんです。マジ、変わってほしい。いや本当にもうぜひとも変わっていただきたい、本当ね。そっちちょっと行きたいな。ちょっと俺はそっち出ようかな。まあ、僕が出ようかなぐらいですよね。
わなんで美味しいところばっかり持ってかれてますか。美味しいところばっかりやるんですよね、本当ね。わあ、こすいわ。こすいわ。いやだから今日もサンタコス生着替えでもよかったんですよ。ああ、やりたかやればよかった。そうそう、なんかちゃんと布とかで用意して、はいはいはい、確実に見えないようにしてるけど、はいはいはい、着替えてるよっていう程度で。なるほど。で、うん、その着替えてるところはカメラで映しとけばいいですよね。そうそう。あ、だめ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 。映したらまずいですね。うん、いやー。おにぎりの生着替えとか誰得だよ。誰も誰もそんなこと言って誰も得しない。誰もそんなこと言ってない、うん。店員ちゃんのレベル高くておにぎり羨ましいね。うん、わあ、マジかおにぎり。あっちゃんは気候のチャンネルにいてください。いますよ、大丈夫です。安心してください。いますよ。大丈夫です。あれあれって流行語大賞って選ばれたんですか？安心してくださいは。入ってた？いや全然知らない。ノミネートはされてるか。ノミネートはされてたけど選ばれなかったみたいな感じ。対象にはなってないから。今年の対象って何だったんですか。なんか3つぐらいあるんですよね、対象。あ、そうなんですか。ちょっと待って。五郎丸も入ってなかったと思う。調べました。そうなんだ。ちょっと気になる。知ってる方いないんですかね。なんだろう。ちょっと待ってくださいね。トリプルスリー。トリプルスリー爆買い爆買い。あー、うん、なるほどね、爆買いね、うん、で、あ、トップ10に五郎丸いますね。あー、やっぱり、うん、あ、そりゃそうでしょうね。本人たちが言ったわけじゃないんですよね、うん、安心してください、入ってないのかな。あ、入ってないんですか。わかんない。トップ10に入ってるのが、はい、安倍政治を許さない、安心してください、入ってますよ。あ、入ってるわ。あ、入ってる。一億総活躍社会エンブレム、五郎丸、シールズ、ドローン、毎日収蔵。知らない。毎日行くぞ収蔵。あ、毎日収蔵、うん、毎日収蔵。ちょっとちょっと暑いかも。あ、これもちょっと暑そうだね。いや、こっちもまあまあ。ああ、この島天気も暑そう。ほら、はい、精神統一ゾーンですよ。お、いいんじゃないですか。そう、赤ビジョン来てる。コムはダメ。コムも暑いんだよね。コムはダメ。終わりました。熱いもの大切。えブーケリア、ワンチャンあるから。ブーケリアの、いや、なんかあれなんちゃう。なんかさ、そんな足とか組みながら売ってるから当たらんのとじゃ舐めすぎやな。もう仕事中っていうのを完全に忘れてるな。もう心が折れてきてるんですよ。いや、そんなん言い訳にしかな。言い訳にすらもならん。心が折れてきてますよ。ずっと前だけど、木曜とってからあんちゃんの生着替えがあった。ちょっとおにぎり見に行った。いきなり戻ってた。コムはおにぎり生着替え興奮する。いや、大丈夫です。トリプルスリーと爆買いだよ。ラストにこれだよ。対象は爆買いとトリプルスリー。世間は納得してないと思う。キコちゃん流行語なら脱線は入りますね。入りますね。入りますね。大喧嘩はいいんじゃないですか。赤文字になりましたよ。うん、ラスなんたらとかすでにテレビから消えてるじゃん。毎日収蔵っていうのは日めくりカレンダーで毎日収蔵に熱く応援されるやつ。あった。ありましたね。あった。爆買いはまああれだけど、トリプルスリーってなんだよって感じた。毎日収蔵って松岡修造の日めくりカレンダー。そう、やっぱりブッシュ。コムダセーな。まあ、いつも通りです、うん。通常運転でございます。そうだね。はい、やっぱりコムは態度悪いな。マミシもちゃんと教育しとけよ。あ、本当っすよね。さあ、赤カットインからの、これは来てほしい。あーダメー構図ー。トリプルスリーは野球ですね。あんちゃん、おとといの奈良配信の時にコメ参戦してた。気候の流行語大賞全部光ってるよ。あーこれもう山ちゃんだね、うんうん、全部光ってる。アゴグル、あ、アゴグルもありえるよね。あー、アゴマワ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 ありましたね。ディープしてよは何位ぐらいですか。これもあんちゃんだね。戸塚から結構ね、そういう用語はね、はい、生まれてますね。戸塚すごいですね。さすがの戸塚ですね。でもあれも入ると思うよ。あの横須賀のね、ブシュシュブシュシュとかね。ブシュシュ知らないですけど、あの天下を使ってる音ですね。やめてください。やめて。コムのおにぎりジムはリスナーも引いてたよ。何にもいじめてんの。そんなにいじめてないよ。うわー、そうなんだ、やっぱりそうなんだな。
あと中市、中市のね、はい、中島店長の、はい、酔っ払うと嫁 に, 嫁,、はい、嫁に甘えるっていう、うん、なんとかだにゃんみたいな、もういい加減にしてほしいよ。いろいろありますね。あ、議事さんです。あ、議事さん、はい、もう議事さんぐらいじゃ僕何も。そうね、はい、あとなんかあるかな。あつけんもね、結構名言いっぱいありますからね。まあまあそうですよね。初見ちゃうやろ。あー、じゅんちゃんね。じゅんちゃんの初見ちゃうやろっていうね、うん、これもありましたね。すぐ言いそう、うん、よくコメントでね、初見です。 MM 号はどうなんですか。あ、初見ですみたいな。お前初見ちゃうやろみたいなね、よく言ってましたね。歯車パイセンとか、あ、歯車パイセンもまあ流行語入ってもおかしくないですね。確かに。スマホカンペ、これちゅんちゃんのね、あの結婚式でスマホをね、はい、カンペにしていたと。携帯見ながらスピーチ。もう失礼、失礼。電話してちょうだい。まあまあまあ、これはね、預けんのね、セリフね。個人的に流行らせてほしいのはおはようございマッチョなんだけどな。何すかそれ。これオギーですね。オギーの絵が、はい、なんかアニメのマッチョの体してる絵なんですよ。だからおはようございマッチョですね。顎で手間を取らせません。顎で手間。これタウンライトね。そうですね。ね、うん、あ、ピンクといえば、あ、これは横須賀ですね。ピンクといえばって言われたら視聴者にローターに決まってんだろうっていうね、その返しをね。最低ですね。最低ですね。大人の横須賀ミッドナイトですね。さすがという、さすがですね。ハイゴレイジメ、あー、これは相模原。ハイゴレイジメ、今ね、店長になられた松原店長ですね、はいはいはい、まっちゃんが、一発ギャグって言ってね、いきなりこうポン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 とかこう、なんかつみを叩いてるような感じで、はい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 、ハイゴレイジメ。あ、そう言われてみればこういろいろこうありますね。思い出に残る用語っていうのはね、ありますね、出てきますね。いろいろありますね。なんか放送あと1回残ってるのもう振り返ってるっていう。そうですね。アリーナの皆さん、あ、これもあんちゃんだね。ね、ラムクリ、あ、これあずけんがね、山ちゃんが当たってる台をね、放送中にラムクリするっていう、ね、本当にやったんですか。ガチでやったんです。すげえな。ガチでやって、もう本当YouTube のコメント欄荒れるって、ね、もうこんな放送見ませんみたいなね。うん、あったね。すごいですね。俺たちはパーティーだー。これもね、これも横須賀ですね。年中流行ってたね、これもね。ずっと言ってましたからね。ゴラム顎を折って入院。あ、まあこれ重大事。それは事件です。事件。それは事件です。あ、MC 小西鬼太郎。これ山ちゃんのね。世の常。あ、これ預けんだ。世の常ありましたね。世の常あったね。いっぱいあるね。世の常の会は面白かったですね。うん、まあでもね、いろいろな、なんていうの、罰ゲームというか、はいはいはい、アトラクション的なことで言うと、はい、まあ、流しそうめんは結構衝撃的だと思いますよ。企画として、企画としてはかなり印象深いね。今年1年の中、まあ、やらないからね、普通やらない、普通見ないね。あれしかもまあまあ時間かかってますから準備に。そうそうそう、うん、ガチで流行語大賞やってみようか。やってみたいね。先週からグイグイ来てるのは第一。ああ、第一のモノマネ。第一の第一って喋るじゃないですか。はい、第一。そうそうそう。それのモノマネがね、ちょっとグイグイ来てるね。戸塚のラムクリー会見て、見てみたい。いつ頃のですか。あれはね、リング。リングの、ね、結構前リングの新しい方の、あ、呪い再びかなの時だと思いますんで、何月ぐらいですかね、あれは。でもどっちかリングだったら夏ぐらいかな。じゃあヒットしそう、うん、ポルタもある。ああ、ポルタあったね。うん、そう言われてみると、はい、まあ、伊勢崎ある、サウンライトもある、そういうね、流行った言葉が、はいはいはい、平塚が
平塚相模が、あ、相模はまあ純ちゃんだったからね。あーそうですね。え、横塚ある、戸塚ある、まあまあ蒲田もね。あ、蒲田はあれだ、あの池澤店長が残してたゆっくりしていってくれよなっていう。かっこいい、かっこいい、かっこいいっすね。かっこいいっすよね。あ、あ、あ、平塚は藤商事ね。あ、これ最近ね、これおにぎりになってからのなんかやってね、藤商事、そう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 、なんかやってますね。熱い熱いよ、全部光ってるもん、行くぞ。あれ、これ山ちゃんか。、うん、デスボールは、横須賀。ありがとうございます、ググって、寿司対決、そうだね、リーグの新しい方の寿司かかったから、ね、そうそう、あ、まあいろいろね、こうずっともうね、キコナチャンネルも2年関東版はやってるんですけれども、そう考えるとそうっすね、もう2年ですよ、もうすごいですね、うん、まあやってるっていろいろありますわな。そらね、無表情店長、これ高橋店長だね。これあのバトラー君の宣伝の動画を作った時にですね、はい、みんなでわーってこう手振ったりしてるんですけど、高橋店長だけ 無表情でこうやって手を振ってます。何かあったんすかね。熱リーチが、外れたらその代のメーカー名を叫ぶ。あ、1月かね。ありましたね、マッチョギ、ディープアンド、あ、ディープアンドね、まあいろいろありますね。まあ、こういうのがやっぱりその番組の人気とかにもね、多分つながってくるんだろうなと。まあ、そういう言葉が多ければ多いほど、多分やっぱ人気放送なのかなって気はしますよね。どんどん生み出していかないと。そう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 、言葉をね、こむ。生み出したいんですけどね。レインボープシュンね。それはお点でしかない。それはもうレインボープシュンでいい。今日の放送のお点です。まっちゃんの名前をいじる、あ、これもね、あの視聴者の方もね、よくやっていらっしゃいましたね。まっちゃんの名前、松原なんですけど、はいはい、松永とか 松木とか。あ、ちょっと間違えますね。そう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 、私玉が出てくるまで信じませんよ。あ、これもね、高橋選手の名言、名言。うん、コムもリーチ外したら叫ぶといいよ。叫びますか。うん、山ちゃんが寿司食べてる間に、預けんがラムクリした。すげえな、うん、ホテル三日月だって。寿司食えずにあんちゃんが大パンする。俺たちは友達だ。これは外店長ね、あの戸塚の加藤店長の、はい、セリフなんですけど、はいはい、俺たちはって言われたら、まあ、大体の方はもうバディだっていうね、はい、まあ、定番化してるんですけど、はい、まあ、あの外店長知らないんでね、はいはいはい、俺たちはって言われても、はいはいはい、おっていう感じで、俺たちに続く言葉何だと思いますかって言ったら、仲間だって言ったってね。お、あ、まあ、なんか似てますね。そう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 、惜しい。うん、久子、あ、まっちゃんのお母さん。まっちゃん最終回の日に、俺お前のこと忘れないよ松本。誕生日おめでとう。あ、誕生日おめでとうの歌はね、これ横須賀だね。横須賀ですね。あんちゃんが寝ながら打って右打ちしたのが不意。あ、ありました、寝ながら寝ながら打って全開右打ち。ありましたね。仲間だじゃない。あんちゃんが放送中に寝落ちと、あんちゃんが失踪と見せかけて寝過ごし事件。ありましたね。あんちゃんが来ないんですよっていうね、さ、寝坊してたっていうね。いろいろありますね、ほんとね。コムは疑似3です。はい、なんか落ち着いちゃったな。さあ残り10分でーす。やばいやばい、あと1回は当てたい、うん、いやいや、今の流れでは絶対無理やろ。あと1回は当てたいんですけどね。そうですね、まあ、そう考えると皆さんもね、本当にあの長い間ね、キコナチャンネル見ていただいてね、そうですね、こうやっていろんなものが出てくるっていうのはすごいありがたいですね。こうしかも実際に店舗まで来てくださる方もいますからね。そうそうそう、実際ね、本当にそういう、うん、全然ね、声かけてもらいたいんですけどね、うん、そうですね、お店来たらね、はい、うん、どのぐらいいるんだろう。いやー、でもなんだかんだ100人ぐらいは見るんじゃないですか。ですよね、うん、全店合わせればね、はい、うん、これだけで DVD できるんじゃないか。そうですね。販売販売、うん、あんちゃんが、協定上で預けん妻を目撃。あ、これこの間言ってましたね。
圧力山ちゃんあんちゃんのぶらり浜名湖の旅やりましたね浜名湖そんなスピンオフ作品まであるんですか、放送終わりで浜名湖へ向かうっていうね。あ、僕富士山も行きましたしね、放送終わり結構行ってますね、結構行ってますね、結構いろいろ行ってますね。親分の歌舞伎打ち、歌舞伎打ちどんなのっけなあったっけな。豆柴さんまた声かけに行くわ。あ、名古屋の、あ、名古屋の方ですかね。違いますね、違います。まだ小田原行けてないしということですね。そうなんですね、多分あの、じゃあじゃない、関西にいた時に。あー、そっかそっかそっか、はい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 、はい、ぜひ来てくださいね。はい、店長集結はもうできないんですか。いや、できないこともないんでしょうけどね、やりたいですけどね、なんかあるときにはね。そう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 、まあ、何分今いろいろね、こう店長の移動とかもね、いろいろあってね。そうなんですよね、ちょっとね、忙しいかなっていう感じですね。最終回なの？全然違いますよ全然違いますよ、ね、そんな流れっすよね、全然違う、うん、全然違う、なんなら今年あともう一回ありますからね。そうそうそう、あのそばそばの、いや結構悲しいですよ、中の、あっちゃんが来た瞬間終わるっていうねSD かっていう、それは悲しいね、うん、浜名湖に向かう途中でフードファイトしすぎて、肝心のうなぎ食べれず、そう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 そんなことあったんですか。あのね、途中途中でね、あの大食い対、あ、早食い対決とかやりながら向かってってね結局うなぎはパーキングで食べるっていうねしかもあのうな重とかでうなぎ串っていうのちょっとだけ重は無理でした。そうそうそう、重は無理でしたか。行つべアップできなかった事件 by 圧力、あー、ありましたね、相模原、ありましたありました。圧法力、山形でさくらんぼを食うの巻、あ、ありました、放送終わりで山形県、すごいよね、絶対行けないって、さくらんぼを、ね、買いに行きましたよ、あんちゃんと。すごいな、すごいな。コム、今までありがとうございました。はい、ありがとうございましたコム、お疲れ様、ありがとう、お疲れ様です、本当に、です、すいません、今まで。録画し忘れ事件なかった、ありました、ありました、一回やりました豆柴さん、今の ST かっていう発言について、はい、詳しくお聞かせください。いや、ごめんごめん、いや、なんかが起こった瞬間、ほら、終わったりとかするじゃないですか、まあ、ST って、うん、そうそうそう、だから来るやいないや、あずすあずかなと思って。なるほどね、池田店長、最終回の時の枠取りミス事件、あー、おにぎりやってたね最終回に枠取りミス、枠取りミス時間が30分かぐらいで切れちゃうんですよね行くコム来るコム、あ、行く年来る年みたいなね、さくらんぼプレゼント、僕まだ来年あるんですかね、あるある、大丈夫大丈夫まあね、そう考えるとやっぱね、ちょそろそろ当たったくんねえかな。え、ザルマさん、そろそろ当たってくんねえかな。そうだね、初当たり何回コム2時間打って初当たり何回、え、なんですか、2時間打って初当たり何回俺3回あまレジで1回まずいだろ、さすがに。あずすんあずって笑肝心なの忘れてた、おにぎりのシャギ、あれ今年だっけ、なんすかなんすか、シャギ、ジャギのことずっとシャギシャギで、高橋店長の放送だったんで、はい、あれだ、多分ね、去年じゃないかな、あ、まあ、まあ去年でしょうね、そしたら、うん、そう、高橋店長がずっとあの打ってて、はい、高橋店長はあの北斗とか好きなんで、はい、でおにぎりがシャギシャギ言っててずっとイライラしてるっていうねいう回がありましたね。コム、鎌田は移動して主任になる来年、なんで、なんで予想されてるねなんで、あ、うん、まあ、いや、うん、どうなんだろうな、なんで、コム、ニコラスと一緒に打ったら面白そうだな、戸塚に遊びに行ってみよう接客コンテストの大パンする客役どういうこと、どういうこと、これなんかあのあれじゃないですか、なんで知ってんの、ね、うちね、身内でしょ絶対、いやいや、これあれなんですよ、会キコーナーの本社でやってる会社説明会で、はいはい、そのコンテストの模様をですね、はい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 、紹介してたんです、なるほど、写真とかで全部そう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 、なるほど。で、豆柴店長は行ってやってたんですか、はい、あ、行って、お客様役やってました、やってたんですか、カウンターの、はい、山ちゃんと引き輪対決みたいな、蒲田移動で、あ、コムがね、なるほど引き輪対決、豆柴も写真あったよ、あ、本当ですか、はい、カウンターで、なんだかな、タクシーを呼んでもらう役と、はい、
あの携帯を落としたお客様役をやりました。山ちゃんはちなみに全部あの、荷物を預ける役です、ね、荷物を預ける役、預けるお客様役です。オギー店長は、はい、とにかくカウンタースタッフに焼かるじゃない、せかすせかす、あ、うん、早くしてよ、もう時間、もうお姉ちゃんもちょっと時間ないから早くしてまあいろいろ 役があったんですね、いろいろね。へぇ、ちょっと面白そうですね、うん、ありました、ありました。結構、いや、良かったっすね。あ、うん、めっちゃヘラヘラした顔で景品交換してもらっている山ちゃん、コンテストで引き輪と言われた山田、先週のフィリピンパブで臭いと言われる事件、ああこれね言ってましたね、アズケンがね。さあ残り5分です。嘘でしょ嘘でしょ。今日ねでもね最後すごいまったりまったりまったりだな。1年間振り返ってますからね。そう最終回という言わんばかりの、まあ来週はそばで忙しいんでねそうですね、最終はあれ綺麗にしとかなきゃ、次回は早めにね、まあ、来週はまあ寝台がまた、あ、再来週か、寝台がまたあるとは思いますけれども、あります、はいはい、あります、うん、そうですね、まあ、来週、再来週やね、はい、まあ、今年もね、今年最後の放送になりますんでね、次回ぜひね、いや本当にお見逃しなくということで、何が起きるか分かりませんね。そうですね。あ、カムラストチャンスじゃん。嘘でしょこれもうこれラストですか。うん、ラストチャンスだよこれ。何も起きなかったですけど、あ、まだまだまだ続く、はい、コム2時間で3回とかない、ま、おー、これいいよ、ま、コムこれいいよ、これいいよ、預けまさかの元パティシエ、うん、そうだね、預け元パティシエですからね。あ、そうなんすか。そうです、そうです。へー、まだいけるよ。エフェクトは白か、コム、そろそろ重大しておこうか、重大発表か。なんかあったっけ、コム魔獣まさかの虹から聞こうなんですか。ありえるよ、ありえるよ、ありえたいね再着火なし、再着火なし。いや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 、加藤こうちゃんは年末年始休まないんですか。休みません。あ、すごいですね。31も1日もあります。頑張ります。ありますよ、見てください。明けおめできるんだ。明けおめできますよ、皆さん。はい、ということでコモン発展ですね。発展です。はい、明けおめはどこですか。明けおめ戸塚です。あ、戸塚、あ、いいね、いいですね。明けおめからの新年一発目は、はい、蒲田で。あ、なるほど、元旦ありますので、いいコースですね。はい、見てください、うん、いいコース、うん、今日一応全てのスペシャルリーチは見せられましたね。そうですね歯車パイセンから、あ、いろいろね、今度はベグル、ベグルです。はい、あっちゃんの嫁、まさかの元ホールテイン、そうですね蒲田ダウン、さあ来るでしょうか。さあ、まあこれ来なかったらエンディング行ってもいいかな、もうね。まあまあ、それぐらいの勢いだよね、これね、コム。せっかくならね、ここ当てて終わりしたいんですよね。そうね、当てたいね、ここはね。いや、まあまあやれずでしょうね。うん、海風公園で地球を殴るの。青いんだけど。これ青いよ。こんばんは、今来た、遅すぎた、遅すぎます月曜日があっちゃになったので、まめちゃんこんばんは、お久しぶり。お久しぶりです。ハマって店員さんに文句言う人結構見るけど、店員さんも大変ですよね。いやー、もうでもあのお話、多分話をしたいだけだと僕は思うんで、はけ、うんうん、まあ、口がないんだったら、そうですね、もう捕まえてもらって、うん、言ってもらってすっきりした方がまだ。そうですね。あー、プシュンですね。ね、こっちまでプシュン聞こえてくるから、ね。これで当てたらコムニャンニクは岡山から、残念でした。あ、残念ですね。外しましたけど来てください。はい、復活はなし構図。あっちゃんのサイレンをして、戸塚の山ちゃん最終回は今年一番楽しい放送だったなということで、あ、戸塚最後の放送はですね、はい、エイリマネとか、はいはい、アズケンとかね、が来てくれてね、おもう5、6人で牛丼早食い対決っていうねありましたね。31日は、コム戸塚に遊びに来るんだよな、土下座しなくていいからニコラスさんやってほしいな。コム使えねえな。思いせっかと簡単コム出張しろ。あー、来たー、刺さった剣が。コムラストチャンス、最後の最後の保留にゴロ剣が刺さる。見よう見よう、見よう見よう。コム、これを当てよう。
じゃあこれはもういいかな、こっちは打ち納めで。はい、じゃあちょっとガロー1台にしましょうか。ちょっと見ましょうか。はい、天運天運緑。いや、いいですよ、いいですよ。はい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 、疑似はいいですよ。疑似なし、赤いよ。疑似なし、コム頼むよ。疑似なし、疑似なしだ。あー、エリマネがやばいというのもあったね。外転でもいいキャラしていて面白いな。おー、あやてー、ピヨピヨはピヨピヨ来る、ピヨピヨ、さっき天運で外したの。おー、来た、ファンファン、お久しぶりです。おー、キャー、ご無沙汰してましたよ。ちっちゃいザジだ、ちっちゃい、めっちゃちっちゃいよ。お久しぶりです、ご無沙汰しておりました。ザルマさん、会いたかったよ、頼むよ。わわわわわ、これどうなの、どうですかね。あれだよね、さも怪しい。本当、あの空気読めないっていうかさ、うん、なんかあれだよね、コム分かってんだろうな。どっちどっち、サイバーマン来た、どっちどっちが正解なの。サイバーどっちがどっちが正解、爆発しちゃう。どっちが正解なの。サンは怪しいって言ってるよ、うん、どうなの、どっちが正解なのこれは。当てたら正解、外したら正解。いや、当てるべきじゃない。いや、普通当てるでしょ。ここ当てて終わらしたいです。ザルマさん、山田なら外す。山田ならな、うん、赤以外出してよ、レインボーとか。あーね、うん、でレインボーでプレゼンするんですよ。おー、レインボー来た、本物のレインボー。やったやったで、プシュンでしょ。プシュン、あとはプシュン待ちや。プシュン、プシュン、ガロがレインボーですよ。いやー、よかった。プシュリテ外す、外してほしいわ。外さないでほしい。プシュが正解。あー、ロシアか。はい、おはようございます。よかった、分かってないぞ。分かってない、分かってない、分かってない、分かってない。はい、おめでとうございます。しゃーざーす、よかった、よかった、やっとつい。じゃこれ抜けて終わりにしましょうかね。はい、はい、いやー、きたー。え、7じゃないですか。 7?3 回。なんで当たってたね。なんなんだよ。なになになんで今落ちてきたの。おせえよ、なんで今落ちてきたの。コムちゃん、それ甘だよね、子供みたいにはしゃぐね、レインボーかわいいな。まあね、2時間打って当たったら1回だったからね。2回、なんとか2回です。なんとか2回です。さっきなんであれ騒いだのか全く分かんないですけど、全く分かんないね。今なんで落ちてきたんですか。なんなん、なんで落ちてきたんですか、あれ。なんででしょうね。温度差がすごい。温度差がすごい。よう分からんけどね。温度差がすごいですよ。いや、なんかあんま面白くないですね。多分これ負けてるね。はい、2時間で。何も言えねえ、何も言えねえ、うん、まあでもね、こっからね、まあ、しっかりね、ちょうどいい目標の10連ね。え、まあ目標の10連、目標の10連10連10連こっからですか。そうそう、こっから。嘘でした。あー、なるほどね。あー、金図柄だから降りてきたんじゃない、ね、あ、そうなんですか。あ、じゃあ3でも5でもやった。10、これ7じゃない、7じゃないの。恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。7じゃねえよ、うん、恥ずかしい。今のすごい恥ずかしかった。あー、16ラウンド出すまで終わらないよ。6%、6%を引くまで、引くまで6%引くまで帰れないんですか、僕。帰れません。いや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 、ついてないよ。まあまあ、どうせあれでしょ、すぐ終わるんでしょ。まあまあまあ、SC50、まあ、50、SC じゃないか、時短50か。もう気長に行こうぜはもう立地だろ、うん、無理です、無理です、まあ、今焦ってます、僕、うん、焦ってますよ、僕。緑1時間え、緑どうなのそれ。あー、リーチ、あーリーチ、あー、これ当たるんじゃないの、これ当たるの、当たらず、チャレず、監督コーナーに山田が伝染し気味なんだ。あー、なるほどね。10年しないと土下座でしょ。やっぱ2時間延長、え、コムは延長なんですね、わかります。スイッチョンかっこよく、あー、スイッチョンってかっこよく言ってください、コム。スイッチョン、スイッチョン、
かっこいい、かっこいい。なんでそんな発音いいんですか。これで10連したとして16ラウンドが 2,3 回出たことある人いるのかな。まあでももう引き次第じゃないですか。あちゃまめちゃんは撤退していいよ、ゴムだけ居残り。あ、そうだね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。いやいやいや、どうせやらないんでしょ、はい、ということで、はい、時短ですね、時短ですね、時短ですね。どうせ風のごとく。あ、ないんかよ。ないんですね、これが。いや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 、これはね、いやなんか本当、あー、コムのトナカイはちょいちょい目障りっていうね。すいません、すいません。お、なんかピコッとなった。いや、何もないです。多分何もないですよ。え、12連射たけ16ラウンド2回引いた。おー、すげー、連続だって。帰り、事故大丈夫でしたかね。すごいっすね。事故んだっけね、いいけど、はい、こんなに連射しないものを、コムだけって。そうですね、多分そうですね、コムだけです。そうですね。あ、曲変えてって言ってるよ。何がいいですか。ファイナルガールじゃない、違う。ちょっと待って。あ、なんかいいんじゃない、リッチかかれば。でも女子的にはコムのトナカイ可愛いって言ってるよ。あざまーす、ありがとうございます。ウホってないな。ウホウホがない。お、こずやれずできず。 おなんか曲を選ばせてくれ。選べないの。選べます、選べます。お、マジで。選ぼうとするとでも演出が入っちゃうんですよ。なるほど。ウホ的にはそのコスいいよ、ウホ。お、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 ボタンプルプル。あ、ボタンブルってる、ブルってる。お、ブルってるよ。お、え、あれ、さあどうですか。いやいやいや、ガロとは人々の希望。なるほど、深い、深いの。まめちゃん、彼女とはどうなの。いやまあまあ、あー、あー、わ、これは来るんじゃないの。これは行ったんじゃないですか。あれ、これは行ったんじゃないの。危険度高いよ、はい、危険度高いよ。彼女とはね、まあ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 やっぱりね、あの人間同士からまあまあいろいろありますよ。まあね、あれ、いろいろあったりとかしますよ。毎日ね、仲いいわけじゃないんだよね。まあ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 、そんなもんですよ。そうそうそう、そういう、そういう。嘘でしょ。嘘でしょ。え、何してんの。嘘でしょ。外したの。あ、緑外しました、外しましたよ。いや、出た。ちょっと赤フラワーあっさり外れ、あ、外れたね。ちょっとちょっとなんか起きて。いや、本当になんか起きて。喧嘩中かっていうの、まあまあ、なんか起きてよ。喧嘩、なんでしょうね。まあまあ、いろいろありますよ。アトロクは今日何食べるんですか。今日は何食べましょうかね。何も起きない。ほら、ここほら、諦めたら試合終了だよ。ここで当てたらニコラスに並ぶ。あちゃん家庭内勉強中なの。え、あちゃん家庭内勉強状態なの。ああ、安心していいよって言ってくれてる。あ、本当ですか。あちゃんもうあの片付け始めてるんで今もう。コム病気じゃね。やばいな、弱すぎるよ俺の引き。愚痴ね、愚痴ね。あんま愚痴りたくないんであんま言わないんですよね。そういうもんなんですよね。そうね、優しいね、優しいんですけどね。いや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 、やっぱりするじゃないか。いやー、さすがやね。なんかこの音楽がまた本当に音が悲しいよね。悲しい。なんかコムの今日の一日みたいな、ね。これで当たっ、これで当てたんですよね。うん、ニコラスはこれで当てたんですよね。これで当てた。あ、なるほど。まみちゃん当たったの、当たりましたよ。初当たり3回、1回だけ ST、うん。そうですね。行きましたよ。カフェン。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。スルーするなら当てなきゃよかった。曲論分かる、本当だよ、分かる、本当だよ、分かる、自分でも思ったわ。やっぱり最終回やです。はい、じゃあエンディングいきましょうか。はい、行きましょう。はい、はい。
いやーさすがやな。はいはい、ということでね、はい、ひどい、はい、ちょっともうほんとうわダッサいな、心が折れてますね。はい、じゃあね、はい、ということでお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。ということでね、お疲れ様でした。本日はシアル花のケージのアマデジ、そしてシアル、ガロー金色になるのアマデジ、はい、を打ってきたわけですけれども、まあまあケージは初当たり3回のね、そうですね、3連ということで、ガローの方は、初当たり2回の3連1回と、3連1回ということで、ね、と単発1回です、ね、はい、ということで、まあ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 、悪い時はこういう展開の時もあるよ。まあまあまあそうですね。まあただ皆さん安心してください。はい。コムなんで。はい。そうです。大丈夫です。まあ、打ってたのがね。皆さんならまあできますよ。はい。聞いてやれる。これだけは聞いててください。あの台が悪いわけじゃないんです。そうですね。はい、まあ、両方とも99分の1ですからね。そうなんですね。はい、ぜひね、両方とも、タウンライトにありますのでね。はい。うちに来ていただければ。お願いします。はい、お願いします。お互いが細かいところを言い始めたらきつくなるのかな。あー、なるほどね。なるほどね。次回マメちゃんが愚痴言いながら、いや、やってらんねえよなんつって。やってらんねえよつって。この台が軽すぎる。回転の音楽、うちはお互い雲のような存在なんで喧嘩をしないですよ。あー、なるほど。あの、うん、ね。あれだね、いいね、いいね、いい感じだね。踊るの？また踊るのか、コム。まあ踊るでしょうね、そりゃ。コム、この機会にこの業界から足洗ったらどうぞ。向いてないですかね。コムはどこに移動するんですか？オクラホマですかね。当たらないから見せられてこっちが萎えるわ。あ、分かる。すいません。すいません、本当に。本当申し訳ございません。今日の、ケージ楽しかった。次回はありがとうございます。コム出演してね。キレキレやるの？トナカイ。トナソーもそうだけど、そういう台だと思って諦めて受け入れる。それが、こう。交際のコツだ。台が悪いわけじゃない、知ってます。はい、知ってます。知ってますよね。じゃあどうしますか。告知は、まあ、告知はね、はい、そうですね、まあ一応ちょっとポスターがないんですよ、ポスターが。はい、ポスターがね、ポスターがね。まあ一応今週もまた新台の導入した次の週なんですけどもね、はい、一応まあ先ほど打ったの花のケージと、まあガロですね、はいはい、あとは海、はい、in Japan、 in Japan、 はい、Japan、 ね、はい、が、こっちちょっと4台入れてますんで、はい、ちょっと多い、はい、多い、はい、あとアクエリオンエボル、はい、エボル、はい、と、天才バカですね、シアル天才バカが、ボン、ボンも入ってます。バカボンはどっちの方ですか？319分の方ですか？これは319ですね、はい、の方ですね、はい、はい、で実は先週結構入れたんですよ。もう本当に多いですね。はい、多いんで、まあ、ぜひ遊びに来ていただけたらなと。はい、で今日書類出したので、来週また寝台入れ替え行いますので、はい、はい、また今年もね、と残りわずかなんですけどもね、はい、今年最後の入れ替えになるんですか？そうですね、はい、になりますんでね、はい、突っ走っていくんで、よろしく、はい、よろしく。茨城のヤンキーになってるんですか？茨城のヤンキー、はい、コンボ行ったのかと言いましたよ。そうですね、うん、はい、そろそろ踊りの方、そろそろね、準備しますか、ね、ということでね、じゃあちょっと画面ね、準備しますね、はい、ちょっと待ってください。もうキレッキレじゃなかったら本当に、うん、あれだから、もう今年一番キレッキレのやつでやって、もうそれだけのね、罪深い、あれ明日のお客様のために、いやいやいや、いや、そんなんじゃないからえ、じゃあ明日のお客様のためだったら今日のニコ生の視聴者様はいいんですか？そういうつもりでは。ほらな、はい、じゃあキレッキレでお願いします。ありがとうちょっと生意気になってきましたね。ちくしょう、なんでこんなに弱いんだろうな、ほんと。あー、雑魚いい。あー、雑魚ですね。で、僕おにぎりと違うんでイヤホンから音声が出ないかもしれないですね。あ、なるほど。あれ、はい、なんであんな出るんですか？パソコン設定すれば。あ、なるほど。ちょっと待ってくださいね。大丈夫ですよ。じゃあとりあえずとりあえず踊りますか。はい、そうですね、とりあえず踊りましょう。キレッキレのやつ、とりあえずそのアズロクさんのマイクのから聞こえるやつで踊ればいいんですかね、はい、あ、じゃあそうしてください、お願いします。いきまーす。おーい、聞こえます、聞こえます、聞こえます。おおお、切れてる。お、なんか楽しそうじゃないの。おお、最後土下座。土下座、最後土下座。映るんですか？映る。すいませんでした。すいませんでした。
まあこういうもんですね。新しい新しいね、はい、新しいよ、うん、いいよいいよ、はい、本当に申し訳ございませんでした。新しかった、新しかった、こんなに、うん、こんなに自分の引きが弱いとは、うん、新しかったよ、はい、うん、まあまあプライベートではね、あんなに出せるのにね、うん、そうプライベートではいっぱい出るのに、そうね、やっぱね、あのやっぱやる放送で出せないっていうのは、ね、ただ僕は思ったんですよ、はい、やっぱそれを考えるとやっぱやる気がないんじゃないかなと思うんですよ、放送にね、やる気がないんじゃないかって、はい、多分ですよ、僕の予想ですけど、プライベートとない2日間で18万9000とか買ってるのにいや、ね、いや仕事になったらね、うん、あのアマデジすらもあったらもうやる気がないジャンカー中なるほど ね、あでもほらいいですよ、許すトナカイ、許すよ、うまくできてたよトナカイ、お、うん、今日は切れてましたね、あ今日は切れでしたね、はい、確かに出すより踊りって感じだね、はい、関東の次の配信はあさってだよね、いや明日ありますよ、明日平塚ありますからね、おにぎり、おにぎり明日やりますんでね、見てください。コムはしばらく配信、しばらくの間配信出るときはその格好な、コムが着ているのはコスはモモンガですか、モモトナカイです、飛べるそうなの、ね、トナカイなんです実は、はい、よくできましたという、ね、はい、立ちなさい立ちなさい、大丈夫だから男の子でしょ、床が綺麗なんです今日も、はい、うちの床綺麗なんですよ、マムちゃんはその通りだね、普通に説教いいね、マムちゃんいいよ、おにぎりを見まして、あれ前も踊ってた、見るたび踊ってるよな、狙ってたよねコムということで ね、まあまあ出なかったらもう最後踊りたくて踊りたくて最後土下座で締めるということでね、はい、はい、次回の放送はまた2週間後になりますので、そうですね、年末ですね、はい、12月28予定、28ですかね、28予定となっておりますのでね、はい、ぜひ今年最後の放送、はい、タウンライト小田原堺町店の放送ね、見ていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします、お願いします、はい、といったところで本日の放送この辺でお別れしたいと思います、はい、皆さんおやすみなさい、おやすみなさい久しぶりに彼女に会いに来た。おかえり。最近どう？粛々と生きてます相変わらずだね。で、なんで来たの？なんとなく。前も言ってた。聞こうな。